それでは始まりました。ただいまトイック講座ですね。はい。いよいよですね。まあ、リクエストが多かったので、始めていきたいと思います。初回はですね、やっぱトイックってどんなテストなのっていうのをですね、知らない人がすごく多いです。まあ、大学で長いことですね、トイックを教えてきてるわけですよ。まあ、自分自身もね、トイック満点89回って言ってですね、たくさん受けて、すごく分析してるんですけど、 本当にね、知らないことだらけで受験しに行く人が多すぎる。まあなんかね、大学受験っていうとさ、いっぱいさ、勉強してさ、もう人生かかってるから、一生懸命やらなきゃみたいになってる人が多いんですけど、結構ね、トイックに関しては、うーん、みたいな、まあ、とりあえず受けてみようみたいな人が多いんですよ。 もったいないですよそれ。時間とお金の無駄ですよね。ちゃんと敵を知って受験しに行ってください。なんで今回はですね、トイ i クっていうのが一体どういうものなのか、あなたが戦わなければならない敵っていうのはどういう実態なのかっていうのをちゃんと見ていこうと思います。 はいそれではいってみましょうタレオビトイック講座ですねでこのトイック講座はまずこのそうですねトイックっていうのはトイック L&R っていうですね、えー、リスニングドリーディングっていうやつとですねスピーキングドライ t ィングですねまあスピーキングドライティングは スピーキングっていう試験でも受けられるしスピーキングライティングっていうのでも受けられるんですけどなので結構いろんな種類の試験があるんです。でトイック L&R に関しては Listening&Reading に関しては分けて受けることはできません。でもう一つの試験としてなってますのでこれを受けなきゃいけないです。で日本で一般的にトイックと言ったらこのトイック L&R のことを指します。でまず知っておいてほしいというかこれみんな知ってんのっていうのが実はあるんですよ。はいトイックってですねこれ何の略ですか ね、これちゃんと意味あるんですよ。YouTube 上にもこの TOIC のスペル書けない編集マンいっぱいいるよね。もういろんなとこでこの E と I が逆になってるのを、ね、見ますね。TOIEC とかになってるのをね。たくさん見かけるんですけど、これちゃんと意味あるから、ね、逆にできないんですよ。これそう知らないでしょこれ何の略だか知ってますか実は頭文字なんですけど何の頭文字かっていうと「The Test of English for International Communication」っていうふうになってるんですよ。こいつですね。こいつの T o e I C ですよねだからこれ逆にできないですよコミュニケーションインターナショナルなんてダメですインターナショナルコミュニケーションですね国際コミュニケーションまあ日本ではトイック運営しているところ国際コミュニケーション協会っていうのはでまさにここから来てるんでしょうけどそうです国際コミュニケーションのための英語のテストなんですよ、ね。英語でコミュニケーションできるかっていうテストなんです。 だからどうもねビジネス英語の試験だと思ってる人がすごく多いんですけど違いますよコミュニケーションでできるかなんですよこれねアメリカで何か仕事するとか日常生活するっていう時にコミュニケーション取れるかってことですだからマニアックなビジネスの内容とかってあんまりとかほとんど出てこないわけなんですよ。 ね、トイックってだいぶ限られた内容なんですよ出てくるのがね参考書とかにね結構犯罪系のが載ってたりしますけどトイックの世界は平和です犯罪は出てきませんからで限られたとこしか出てこないっていう風に決まってるんですよ、えー、それで悲しいのはそうそうそうインターナクションコミュニケーションコミュニケーションのものなんだけど みんなですね一生懸命ガリ勉してコミュニケーションなどどうでもいいみたいですねとにかく聞いて問題に答えられればいいってなっちゃってるのがちょっと悲しいですよね <laughs> そうだからコミュニケーションが全く取れなくても実際のところね喋れなくても点数取れちゃうっていうのがまあちょっと悲しい。<laughs> インターナショナルコミュニケーションなのに一切声に出さないけど TOIC でいい点取れちゃうとかっていうねそういうふうになるわけなんですがもと、ま、も、あ、と1979年にですね作られたテストです。で ETS っていうですねアメリカの会社が作ってるやつなんですけど日本で最初始まったわけなんですよ。日本人にとっっててが難しすすぎたんですねトフルっていうのがあまりに難しいからもっと簡単なテストを作ってくれっていうその日本側からの要請を ETS が受けて作ったのが TOIC です。 で非常に簡単です、その当時の問題、1979年ですね、第1回、2回、3回かな、過去問はね、普通に書店で売られてたんですよ。今、過去問って、あのまあ、韓国では手に入るんですけど、日本では過去問っていうのは売ってないです。結構あの、公式問題集のことを過去問って言ってる人多いですけど、あれは過去問ではありません。で、それが売られてて、僕はね、そのお世話になってるこのトイックの学校にあったんですよ。で、それをもらったんですね、僕自体は。だから持ってるんですよ、トイックの昔の問題。超簡単、<laughs> めっちゃ簡単。とにかく文が短い。 すごい簡トイックというのが盛んになって、まあ、特に、ね、韓国ですごい盛んになってですね、まあ、対策がボンボン進んでいってですねどん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 みんなできるようになっていってどん,どん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 難しくなっていった。はい、で、まあ、2006年に大きな変化が起こって出題形式が変わりえさらに2016年にまた出題形式が変わり、ねえー、現在はこの形式なんですけどすげえ難しくなりました。もう本当に 一番最初ののと比べたらもう何倍長長さにななっっててんですすよめちゃくちゃゃくくますからねトイックね日本はやっぱりね対策が、まあ、進んではいるけれどもちょっと韓国に比べてだいぶ遅れているために平均点がだいぶ違うんですよだから皆さんも対策を知っていきましょうねじゃあ適応しろではまず試験時間ですね知ってますか試験時間ね何分だかこれすら知らないで。 受けに行ってうわーとかってなったりとか大学で IP テストっていう、ね、団体受験のやつがあるんですけどそれやってうわーってなる人がいるんですがリスニングはだいたい45分程度ですねになってると思ってくださいで公開テスト受けに行くと大体いい46分になってる会場が多いと思いますね日本は13時から始まりますねでリーディング何分だからしてますそうリーディングは変わりません必ず75分です ここは長くなったりすることはないので、しておいてください。だからたい3時ぐらいに終わる。 試験だだと思ってください46分の場合は31分に終わるし47分だった場合は32分に終了する試験なんだなと思ってください。で、リスニングはもう聞くスピードとか変えられないんですけど、リーディングは自分でこのパートにこれだけの時間かけるとかっていう戦略が立てられるところなので、きちんと知っていかなきゃいけません。まあ、およそ2時間のテストだと思ってください。2時間ってね、めちゃくちゃ長く感じる人いっぱいいるじゃないですか。もう辛い、こんなの受けたことないよって人がたくさんいるっていうのが現状ですね。結構大学とかで教えてるけど、大体 学生は寝ますね途中でね、はい、もう諦めちゃうはいじゃあ点ですねそれぞれ何点ですかリスニングは495点ですリーディングは495点はいだから満点はそう990点ですねこれやると本当にね980って計算してくるやつがいっぱいいる授業でね本当になんでそうなるってね990点ですのでお間違えないようにしてください、はい、1000点じゃないんですよでそれぞれの問題数を知らないといけますそれぞれ問題数知ってますリスニングはそう100問ですねリーディングは 100問です。そうです。そう200問もやるんですよ。めっちゃ大変じゃないですか。200問で2時間でやらなきゃいけない。でそれぞれパートがありますよね。リスニングセクションでリ,リーディングセクションと言われるんですが、リスニングセクションがはい何パートあります？リーディングセクション何パートあるかします？はいこうなってますね。リスニングセクションは4パートになります。でリーディングセクションっていうのが567ですね。形でこれがリーディングになってますね。 でそれぞれ何問か知ってますかそうでこれも知らないで受けに行く人がすごく多いもう大学生とか知らないで受けに行きますね本番で知るみたいな人が多いこれ知らないと自分が今どの辺りにいるか分かんないでしょそれぞれ知ってますかぜひですね考えてみてくださいどうしますはい、えー、パート1は6、えー、パート2が25でパート3が39でパート4が30っていうふうになりますね 大丈夫ですねこれ足して100になってないですよとかってね、ならないですね。大丈夫ですねこれで。で、えっと、パート3と4っていうのは、1セットに、まあ、後で細かく見ていきますけど、1セットに3問ついてるので、3問付きのものが、はい、何セットあります計算できます ?13 セットですね。で、パート4も3問付きのものが、はい、何セットあります ?10 問ですね。はい、ね。はい、っていうふうに覚えといてくださいね。これわかんないと、今自分がどのあたりにいるのかっていうのは、わかんないんですよ。 続いてパート5です。さあパート5何問ですか？30ね。でパート6がはい、はい、4掛けで16ね。でこれ足すと46問ですからはい100引く46は54ですね。はい、っていう風うになります。でここを細かく見ていきますがパート6っていうのはですね一つの文章に穴が開いててですね4問付きが4セットあります。でパート7っていうのがめちゃ めんどくくさいのでちょこっとです、ね、もうちょょっっとともう細かく分けます、はいえー、パート7っていうのが、えー、54問ですねえっとこれパッセージリーディングなんですけどリーディングパッセージでそれぞれ2問付きがいくつ3問付きがいくつとかって決まってんですよそういうの知らないでしょ知らないでみんな受けに行っちゃうから困るわけですね2問付きが4セット3問付きが3セットで4問付きが3セットねえー、そうすると計算すると2子が8、えー、サーザンが ですねえー、こういうふうになります。でこれが文書が1個だけのやつ、まあ、シングルパッセージと言われるやつですね。でそれが29問ですね、はい。合計29問あります。でこの WP なんじゃこれみたいに思うかもしれないこれダブルパッセージってですね文書が,が2個くっついてるやつが1つに5問ついてるんですけどそうだから5問付きのものが2個で10問。 そしてトリプルパステージ文章が3つですよ文章が3つもついてるやつがいいんですよ。そいつが3ついるので1つに5問あってそれが3つ3セットあって15問、ねまあ、これがマルチパッセージとかってですね MP とかって言われるやつがこれが25問で合計54問という形になってます。そうで終わらせようとするんですけど終わんないですからねめちゃめちゃ多いから。 まず終わらないです。ほぼほぼ終わらないしてんのと思ってくださいねで。これでね、みんなね、頑張って終わらせようとするんですけど、無理です。はい、でそれぞれの概要だけやっておきますね。はい、パート1っていうのは写真ですね。写真があって、その写真について適切な部分4つ流れて、どれがちゃんと写真描写してますかってやつです。 で、パート2っていうのは応答問題ですね。ここだけ3択なんですよ。3択。あ他がね、すべて4択なのに対して、ここだけ3択なんですけど、これ耳だけ使うパートで、ある発言最初に流れて、それに対する応答を選ぶんですよ。例えば、何でもいいです。Who's leading the meeting? ですね。ミーティングをリードする人ですね。ミーティングやるの誰っていうのに対して、この人の名前とかですね。It's Mike Stone とかね、マイクのバーンですよとかって答えるやつ。で、それに対して全然関係ないのが2つ流れるってやつですね。ここは 一切耳しか使わないパートで次パート3っていうのが会話です。2人か3人の人の会話を聞いてそれについてですね3つ質問に答えます。もう質問が最初から書いてあります。でその質問と選択肢ですね見れるんですよ最初からね。でそれが13セットなんですよ。百回ですね。えおおめんどくさい。でパート4の方はさっき会話だったのに対してこれ1人です。1人の人が喋ってるっていう違いがあります。はい、で同じように3つの質問に答えると。ね、これが10セット30問あるっていう形ですね。 はいえー、続いてパート5っていうのは穴埋め問題短ん穴埋めですね一文だけあってそこに穴が開いているっていう形になりますこれもね昔はすげえ簡単だったんだけど最近はかなりレベルも上がりましたそしてパート6は長文中の穴埋めになります文書があって一つ文書があってそこに4つ穴が開いてるんですねそれに適切な語句を入れていくっていう問題なんですが一つだけ文になってます 文を入れる問題ですね文挿入問題っていうのがあるので、えー、こいつがかなりね厄介なんですよ。で次最後がパート7で読解問題ですね「reading comprehension、ね」ですね読解読んで答えるっていうやつなんですがまあ大変量がさっきやったようにたくさんあるので。 なななかなか終われないんですよでここはリスニングと違って自分でほら75分間をいろいろとコントロールできるとこなんですよだから時間配分っていうのが出てくるとこですリスニングのパートは変えられないんですけどリーディングは自分で時間配分ね変えられるんですよでまあ一応これぐらいでやった方がいいですよっていう目安だけ言っときますねパート5は20秒ぐらいで1問解きましょうで20秒 ×3030 30問あるからまあだから610分 10分ぐらい、まあ。もっと早く解ける問題もあるし、もっと時間かかる問題もあるんですけど、大体平均してこれぐらいで解けるようにするといいですねって言われてます。で、パート6は文章中なんで、この1文じゃなくてもっと読まなきゃいけないので、まあ30秒ぐらいなんじゃないのってよく言われますね。16問あるから8、これぐらいが目標。で、最後がパート7が1分ぐらいを目指しましょうって言われてます。で、54問だから、54分。75分のテストで、 まあ72分ぐらいでいけるんじゃなないいいかなっててう,うに言われていますでじゃあ本当にいけんのか無理です特にこのパート7ですね1分で終わんないよ54分で解くことなんでまず無理なので終わらないものだと思ってくださいあの900点取る人も終わんないです基本的にはね。 いましたよ僕の教えてる人でいや僕何とか終わらせられましたよ最後まで行きましたよえ何点だったのって言ったら540点ですうんそれはね別の意味で終わってるんだよってちゃんとね教えてあげましたけどそうなんですそうまず終わるもんじゃないと思ってくださいまあこれからねパートごとにいろいろ説明していきますが取れる問題をきちんと取るんだっていうのはトイックの解き方なのでそこをねきちんと知っていければいいんじゃないかなと思いますねはいまあこれからねきちんとパート別でね説明していきますので是非参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思いますはいこれでトイックのイントロダクション を終わりたいと思いますよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりましたただよりトイック講座ですね、えー、今回はまずはリスニングの一番最初のやつですね p パート1の解説になりますねでパート1っていうのは写真描写問題ってやつなんですけどもまあこいつもね昔はねすごく簡単だった昔のトイック見るとなんて楽勝なんだって思ったんですがある時からですねぐんとレベルが上がったんですよ なんでえきちんとね対策が必要なパートですのでどういった対策が必要なのかっていうのをまあ、問題をねやりながら話していきたいと思います。ははいそれでは見ていきましょう,うまずね、ね出題形式をきちんと知っておくんですけどもまあ、写真描写問題っていうので写真が出てきてそれに合う写真を4つの選択肢の中から選ぶ問題になりますね。で写真がねまあ3パターン大きく分けてですね大きく分けて3パターンがあるのでまずその3パターンをきちんと押さえておきます。まず1つ目が 1>, えー、1人の写真1人の人が写っている写真、まあ、これがね、まあ、スタンダードというかオーソドックスな問題になりますさらに1人があるんだからそうですね複数の人の写真っていうのが出てきます、まあ、2人だったり3人以上だったりするのが出てきますね、えー、そして最後まあわかるですね1人複数ときたらそう0人ですね当然人が写っていないものっていうのが出ます でそれぞれに、まあ、いろんな特徴があるのでその対策を、ね、しながらやっていくんですが、まあ、とりあえず、ね、初めてやってる人もいると思うのでトイ受けたことないという人もいるのでどういう問題なのかというのをままずは見てみましょう、はい、こういった形で,です、ね、写真があってこれに関する選択肢4つ流れるんですけど4つ聞いて正しいものを選ぶ。 なりますでこの写真見てまず、まあ普段の授業でどうやってやってるかってうとこれ見て実際描写できますかとあなたがねまあこれトイックスピーキングとかねトイックライティングの方にはあるんですけどこれを見て実際あなた英語で描写できますかっていうとですね大大体のの人がねねまあでででできなないんんすすすよよそう英語で、ね、描写するのってめちゃくちゃゃく変なんですよ、ね、だからせめて単語レベルでもこれ見て、ね、こういう動作とかあこういうものとかねこういう配置とかそういったの頭の中出せますか っていいう,うに言いますねそれで「準備してみて」って言うんですけど、まあ、実際の本番ではね慣れてる人っていうのはそんなことしなくてもいいですけどもうただ聞こえたものを判断してきゃいいんですけどそういうのをやって準備、ね、してみるっていうのもまだ全然得意,得意じゃないっていう人には効果的なんですよ。はい、それではではすね、えー、実際流してみまますすよ模試特急の中のの中問目ににあたるものになりますね、はいまあ、実著書を持ってる方はですね後でこの解説とかも読んでもらえればいいと思うんですがでは行きますね。 Number One look at the picture marked number one in your test book A A man is talking on the phone b A man is assembling a workstation c A man is lifting a computer monitor d A man is looking out a window Hi. でこれ聞いて今のを選ぶわけですねで、えー、普段の授業ではどんな感じでやるかっていうとまずこのもう一回とか聞いてもらってそしてディクテーションする感じになるんですねただまあ映像ですので、えー、さっきの巻き戻しすればまた音声聞くことできますのでディクテーションやってみたいっていう人はですね是非、えー、それで挑戦してみてください。 まず解き方の大前提というかですね非常に重要なところをまず押さえておかなければいけませんこれはまあパート2っていうところでも大事になってくるんですが <noise> ですねエレミネーションメトッドといわれる消去法というのを使ってやっていかなきゃいけませんこれがとっても大事になります、ね、えー、何それどういうこと消去法なんかえー、どうやって使うのって思うかもしれないですがでまあ4つ選択肢が流れるわけじゃないですか。 でパー t 2だったら3つ流れるんですけどこの聞いてそれぞれの選択肢が合ってるか間違ってるかの判断をします、えー、なんでそんなことが必要なんですかまあ、必要な理由はいくつかあるんですけどまず1回聞いて忘れちゃうじゃないですかもうすぐ <laughs> そうですよね覚えてらんないですよね選択肢ねそうだから1個1個の選択肢で判断していかないと全部聞いた後に A が正解だったとしてあれ A なんて言ってたっけってなっちゃいますね だから一個一個覚えてられないので消去法で一つずつ判断していくっていうのがまず重要になります。はいはで次に解、えーねね、答用紙の,の ABCD にこう丸とかねつけていけるんだったらいいんですけどそういうことはできないんですね。なので厄介ですけど一個一個判断していかなきゃいけないじゃあ、えー、どうするんですか丸×とかつけらんないんだったらどうやって判断するんですかって言ったらですね マーークシートこういういいになってるわけですよ、ね、優しいですすよねね優し日本のトイックってこう塗りやすいようにです、ね、縦長の丸になってるんですよこれねアメリカとか韓国は単なるまん丸なのにすごく親切なんですけどでこれを聞いていくんですがまず A 聞いて「違うぞこれ間違ってるぞ×だ!」って思ったらどうするかって言ったらあなたはこうですねマークしてるその鉛筆を動かします B のところに移動させます。 A は違うそうそだからあなたのこの印はつけらんないですけど指を動かしたこの手を動かしたことによって A は違うと判断したということになります。ねえー、続いて B を聞いて、はい、B が「あこれ違うな」とあなたが判断したらどうなりますそそうそうそう手を動かすことで続いて、はい、C を聞いたとしますね。C を聞いてあなたが C 何言ってるか分かんなかったらどうします そうつまり「丸とか「×」じゃなくて「あれこいつ何つってっか分かんねえよ」っていうねクエスチョンにしておきましょうかう何言ってっか分かんねえよってなった場合、はい、どうしますそうここに残しておいてください残しておいて動かさないでくださいそのままここに置いておきますねで次に「d」聞いて「あ d ちげえなこれ」ってなったとしますねさあそしたらどうしますここに今あなたの指輪あるわけですけどはい「え D 動かすんですかぶっ飛んでますよそうですね C を塗ればいいですね でこれであなたは正解の選択肢は分からなかったですね分からなくても正解ができましたねそういうことです消去法をやる理由はこれです知らないものでも正解することができるっていうのがこれが消去法の重要な点になってくるわけですねだから必ず消去法を使ってください消去法をやるだけで正解率は上がるんですよ自動的にで分からなくても答えが出るね これ全部を覚えておいてから判断することなんかできない。だから消去法はやんなきゃいけない。そして分からないものが出てきたときにも正解をさせてくれることがある。だから消去法はしなければならないわけですよ。うん、これ本とかで説明するのめちゃめちゃ大変なんですね。ねでもそうすると、えー、どうするんですかハテナが2つあったら2つにマークするバカはいないですね。ハテナが2つ出てきたら選んでください。どっちかでもやるしかないですね。それはしょうがない。うんはい、ということで、えー、消去法をやるわけです。だ今回のものももう一回聞いてみましょうか。 やってみればいいですねこうやって何か用意しておいてください。用意してこうやって動かす癖をやってください。結構ね、やってくんないんだよ、これやってねって言ってもね。はい、では聞いてみましょうか、もう一回。No.1 Look at the picture marked No.1 in your test book.A. A man is talking on the phone.B. A man is assembling a workstation.C. A man is lifting a computer monitor. D. A man is looking out a window. はい。どうでしたか？そうですね。もう今回は丸が出てきてますから、そうですね。さっきのバツとかじゃなくて丸が出てるからもういいですよ A で聞いて、ああこれ合ってるなと思ってこうやって塗っちゃっても構いません。はい。でその後多分ね B は結構レベルが高い人とじゃじゃないと聞き取れなかったと思うからね。こうやって。 はい、多分こうなってる丸、はてな、バツバツっていうふうになってる人が多いかなと思うんでそうずっとだから A のとこに残しておけばいいですよね。はい、という形で消去法をうまく使ってやってください。で丸が出てきたら別に塗っちゃって構いません。じゃあ今回の何て言ってたのか。でここで必ず知っておいてほしいんですけどまあこれ共通してるものはありますねこれね。そうそうそう動作が 現在進行形になってますね。これね。でピータス ing っていう形になってますね。 そうトイックの写真描写問題ではです、ね、動作は全て現在進行形で表されますので,でそこをまず押さえておいてください。そうで,す、ね、で現在進行形っていうのは、まあ、ただ読めの普通の講座見てもらえば分かるんですけど何かをやってる途中何かをやってる最中ですよってことです。だから写真っってていいうののは何かをやっているその途中最中最がズバッとですね 切り取られたものになりますのでなので現在進行形で動作は表されますで MNS Talking on the Phone はバッチリですよね電話してる Talk on the Phone ってやつね はい、そして B が A man is assembling a workstation. ね、workstation っていうのが多分ね、えー、聞き慣れないと思いますが、最近トイックに出てくるようになった単語です。昔は出てこなかったね、こんなんね。えー、この働いてるこのスペースのことですね。この仕事をしているスペースのことを workstation って言います。だからアメリカだったら非常によく、ね、使う表現ですね。で、assemble、えー、っていうのが組み立てるという意味です。s a m っていうのがこれは同じとか似てる。ほら、同じって英語してますね。そう、Same でしょ。似てるわ。 similar. そう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 いうふうに、えー。だから同じにするという意味です。これね、そこから組み立てるです。で、これは入試では非常によく出てくるんですけど、えー、トイックっていうのは入試ではあんまり出ないものもよく出てくるんです。例えば、アセンボーっていうのは組み立てるっていうのが大学入試ではとっても有名ですね。えー、でも、トイックのパート1、この写真描写問題でこのアセンボーっていうのは集まるっていう意味でも出てきますので、people <are> assembling ですね。people are assembling. っていうインフラント・オブ・ド・コ・ド・コとかねインフラント・オブ・ド・ビュディングとかっていうのが出たことあると思いますがそういうふうに「集まる」とかね「集める」とかっていう意味でも登場しますので気をつけてください。これがだから「トイック」用の単語って感じですね。だから大学入試まででやってくるものとは意味がちょっと違うものが出てくるっていうのがこれ結構ね面白いんですトイックの特徴です。はい え次は、Manus lifting a computer monitor、ね。はい、リフトしてますね。そう持ち上げるコンピューターモニターですね。ここにコンピューターモニターが映ってるからね。そこをですね。それを引っ掛けです。と、だから Work、Workstation もコンピューターモニターも映っているものの引っ掛けです、ね。きちんと聞き取れなかった人っていうのはですね、あれ、なんか映ってくからこれ正解なんじゃねえのっていうふうに思っちゃうわけですよ。で、TOIC っていうのはそこを狙ってくるんですよ。ね、これ、あ、分かってないだろうなって思って、そこをひっついてくるんですね。映っているものっていうのを使って、 でついてくるわけですね。はい。でつい選びたくなっちゃう。Mirrors looking ですね。はい。窓の外を見ている。まあ、見るっていうのはですね非常にトイックよく出てくるんですけど、えー、今回ははいそうですねこの窓がね微妙に写ってるんですよこれ。<laughs> 多分まあ、皆さん判断できなかったと思うから大丈夫だと思うんですが、ね、微妙に写ってるその窓を使ったきっかけになっています。 という感じですね映、はい、っているものの引っ掛けに気をつけてください。はい、ということで、えー、今回の講座ではまずは消去法を使ってパート1というのは対応しましょうっていうです、ねえー、そして、えー、動作っていうのは進行形ですね現在進行形で表されるんだよそして映っているものの引っ掛けっていうのがよく出てくるから注意しましょうということでした。はい どうやってねトイックに戦って行ったらいいのか、そしてまあトイックに問われる単語とかっていうのも説明していきますので、えー、楽しみにしていてください。はいこの動画よかったら、えー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お <music> はよう始ま,りました。ただよびトイック講座ね、えー、今回はパートワンの二回目ですね写真描写問題の解き方を前回やりましたが今回は実際ですね応用しているというか実際やってみましょう。はいではいきますね。 はいまずこの写真ですねはい写っている人のね動作とか写っているものとかっていうのにね注目するんでしたねさあでやり方覚えてますか A B C D っていう選択肢が流れるそれをそう消去法で解くでしたね消去法できちんとやるんでしたでまあ消去法のやり方見てない方はですね、えー、前回の動画で確実にチェックしてくださいですね。 合ってると思ったら残しておく、聞き取れなかったら残しておく、違うと思ったらあなたの鉛筆を動かすっていうやつでしたね。さあ、では4つの選択肢を実際聞いてもらいますが、えー、とこれ模試特急っていうですね、えー、私の本から取、えー、っていますが、それの4番目の問題になります。ぜひですね、他の全ての問題を、ね、見たい方は購入してください。朝日新聞出版から特別に許可をいただいてやっております。はい、では行きます。Number 4. look at the picture marked number 4 in your test book a they're greeting each other b they're applying paint to a wall c they're fixing a fence d they're grilling some food 消去法でやろうと思ったけど、はてな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 で全然分かんなかったよっていう人もいるかもしれないですけども、はい、では実際何て言ってたのかをです、ね、見てみるんですが、あただもう一回ですね聞いてちゃんと練習したいっていう人はですねぜひディクテーションですねやってください。このね動画を巻き戻してですねディクテーションの練習してください。<noise> uh, They're greeting each other っていうふうになってますね、えーと。この代名詞っていうのが出ていますが、代名詞と B 動詞ってくっつきますのでトイックではですね必ず、えー、シーズとかヒーズとかもそうですこうやって、えー、必ずくっつきますので、えー、まあしゃべるときは実際そうやって言うからですねシーズとはしゃべることがほとんどないのでだからシーズ,ヒーズとかね are っていうふうにくっつきますそこは注意しておいてくださいで動作っていうのははい前回やりましたがどういうので表せれるかって言ったらそう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 現在進行形で動作を表せれるんだよっていうふうにやりましたよねだから今回も全て 動作は現在進行形で表されていますね、はい、B たす ING になってますで、えー、今回は全部 They なので2人の共通の動作が問われていますねそう、こういうふうに2人の人とかえっ、ー、と3人以上の時なんですけどもこうやって共通の動作が問われることが多いですね、えー、ただしまあ、2人の場合だった場合は まあ、これ、男性と女性、判断できないので、これ、後ろ姿なんで判断できないんですけど、a woman, a man ですね。これ、性別が別だった場合ね。a man, a woman っていうふうになりますし、同じ性別だった場合は、one man とか、one of the men とかですね。そういった形で出てきます。で、今回は共通細胞分かればいいんで、はい、greeting each other ですね。greet each other っていう表現です。これは知ってれば簡単ですけど、知らないとなんだかよく分かんないですね。そう、挨拶してるってやつですね。で、greet each other はい、挨拶をしてる写真って言ったら、あなたの頭に浮かぶのは何ですか 結構ですね、日本人だとこれが浮かんじゃうんですけど、これじゃないですね。ねこうやって、こう、バウお辞儀してるのが浮かんじゃうんですけど、えー、お辞儀じゃないです。グリティング・イチアダーって言ったら握手してるところです。はい、でこれで実際出題されますので、えー、知っておいてください。で、握手はしてないですね。挨拶してないから、だから消去法で、えー、は違うと。はい、次、they're applying paint to a wall ってやつですね。これで、えー、なんだこれってなっちゃう人が結構いると思うんですが、そうです。このアプライですね。えー、これも前回に引き続きですね。 日本の普通の高校までで習ってくるアプライとは違うアプライです。はい、で普通皆さんアプライって言ったら応募するとかって、もちろんトイックでもそれは出てきます。ねえー、その会社に応募するアプ t h トゥ o カンパニーとか、えー、ある職に応募するアプライフォーポジションとかっていうね、これもトイックで非常に大事になってくるんですが、パート1ではです、ね、別のアプライが出てくるんですよ。それがこのアプライです。わかりますペイント、ペンキですね。で、トゥアウォー。まあ、アプライ A と B とかっていうふうに 覚えたりもすると思うんですけど。でもそれもね。あの大学入試で習うやつはこれ A を b に応用するとか、そういう意味で習うと思うんですがこれはですね。a を b に塗るとか貼るって意味です、うん、え。そんなん出てくるんですか？あ、出てきますよ。だからこういう風にペンキ塗ってるやつとか。あとは普通にキャンバスにこう。絵描いてる写真が出てきてアプライ使って出題されますのでお気を付けください。そうなんですよ。だから大学入試までに習ってこない意味が。 この単語を知ってるでもその意味知らないっていうのがトイコは結構出てくるんですよ何かこうこって貼るのもアプライだし何かこうクリームとかですね塗るのもアプライですねで大体化粧品とかさ何かしら持ってる人女性は多いと思うんですけどこの塗るやつ見てください英語の説明のところの1文目に大体書いてあります w h e n you apply」って書いてありますよ、ね、これ塗る時っていうふうに書いてあることがほとんどですなんで壁にペンキを塗ってるだからこれ合ってんですよ 合ってるけど選びづらいでしょだからそうなんですよ。消去法を使わないといけないわけですね。これ発展なんで、他ので判断しなきゃいけない。えー、次が、they're fixing a fence.fix、ね、直すってやつね。はい、fence を直してはいないですね。だから違うと。はい、fix もうちょっと固い表現で言うと、そう、直すはしてますね。repair っていうね、いう表現で言うことができます。えー、ただ、fix には固定するって意味もありますので、気をつけてください。そっちが出てくることも、えー、気をつけないといけないし、あとは、 えー、パート1では、ライフフィクシ x ーっていうのがよく出てきますね。えー、これ出てくると、はってなっちゃう人が多いですね、えー。照明のことです。固定されている照明、ね、照明器具のことをライトフィクチューって言いますので、えー、こういうのも出てくると、えー、ってなっちゃいますねそう。知らない単語は聞こえないですから、だからパート1に出てくる表現、単語、ね、覚えていかなきゃいけないわけですよ。はい、次。They r e grilling some food. さすがにこれ違いますね。グリルしてるってね。えー、フードこれ料理してる。 写真みたいいいななでね出てこないといけませんあちなみに、はい、料理するっていうのもねトイック非常によく出てくるんですけどで料理するって言って頭の中に何が浮かびますかそう多分皆さんの頭の中に最初に浮かぶのはそうそうクックが浮かびますよねいろいろまあ料理してる写真っていうのは問われたことがあるんですけどトイックで一番最初に浮かばなきゃいけないのはプリアフープっていう表現です、ね、これだから食事を準備するっていうふうにほら浮かぶじゃないですかそうするとなんかテーブルの上になんか並べてるのが浮かぶかもしれないですけどこれ料理してる写真によく出てくるんですよ。 ね、そう、こういうのがね、ちゃんと知っておかなきゃいけないわけです。大学入試までで得た知識とは。ちょっとずれるというか、toeic 特有というか、toeic でよく出る表現というのを覚えていかなきゃいけないわけですね。はい、次は人が写っていない写真ですね。はい、では、行きたいと思います。number five。look at the picture mark e d number five in your test book。A.。 A drawer is being opened. B. A light fixture is hanging above a cup. C. A desk lamp has been placed next to a television. D. A chair has been put on the desk. Hi. できましたかねこちらも消去法でちゃんとできました。できちんとね、なんて言ってたかをこう確かめたいっていう人ね、ディクテーションしてやったりもしてみてください。はいでは、なんて言ってたのか見てみますね。今回いろんなものがね、置いてありますね。人は映ってないですよね。はい、いきますね。えー、a drawer is being opened っていうふうになってますね。a w e アって分かりますそう、引き出しですね。a w ー r っていうのが、ほら、r a ーするものですね。こう、引くだから引き出し覚えやすいですね。It's being opened。はい、出ました。トイッ超超、超、超品質ですね。 はい、この「is being 過去分詞ってやつですねこれ進行形の受け身ってやつですねこれ毎回出ますからで進行形の受け身ですね進行形って何を表すってと思っ覚えてますそう途中を表すって言いますねこれだ動作の途中なんでこれ「なになにされている途中最中ですよ」って意味ですだからこれは引き出しが開けられている最中なんで引き出しを開けてる人が写ってなきゃいけないんですよ ここがポイントです、ね。これ引き出し確かに開いてるんですよ、微妙にね。こう開いてるんだけど、あ、引き出しが日本語だと開いているって言えちゃいますね。でもこれは引き出しが開けられている途中って意味です。なんで気をつけてください。ねえー、進行形の受け身が出てきたら、基本的にはそれ例外はあるんですけど、人が写ってなきゃいけないと、まずは覚えてください。で、B が、l i f フ Fixture。ほらさっきやりましたね。l i フフ Fixture ってやつですね。これ証明ですね。だから 聞こえた人多かったですね。なんでですかそれはさっき教えたからです。そう知ってる表現は聞こえるの、知らない表現は聞こえないんですよ。で、a Life Fixture is hanging above a cup ですね。カップの上に照明がぶら下がってるんですね。ハングですね。はい。カップはここにあるのが、はい。照明器具上にぶら下がってないですね。だからダメです。あだから A も B もダメ。え、ね、次が C。A desk lamp has been placed next to your television. というふうに書いてますね。はい。デスクランプ、これですね。 それが、next to っていうのが位置を表すやつですね。はい。なんかの隣にっていうやつですね。で、テレビジョンの隣、テレビの隣に place は置くって意味です。これですね。場所っていう意味ではなく、動詞なんで置くです。置かれていますよってやつです。で、今回はですね、これ、ほら、分かります has been placed。そう、これ、完了形の受け身ってやつですね。 さっきは進行形の受け身だったのに対してこれは完了形の受け身なんでこれはですねもうすでに完了しているのでなんとかされた後の状態を表しますだこっちはでドローは引き出し開けられてる最中じゃなきゃいけないのに対してこっちは置かれた後の状態になりますのでだからもうこれ置かれた後の状態ですねそうつまり人は写ってなくていいんですよその動作をしてる人は写っている必要がありません 上の方は動作をしている人が映ってなきゃいけないのに対してこっちは、ね、その動作をした人は映ってないっていうふうになるんです。でこの違いが100%問われます、えー。毎回のテストで必ず出題されますので、えー、きちんと進行形の受け身と官僚形の受け身の違いは知らなきゃいけません。で音も似てるんですよ。S been っていうのとハつべンっていうのはですねとても音が似てるので判断するのが難しい。ね まあ、この共調者のカールが受けた時も、ね、一問どっちってか分かんないのが出たよって言ってたんで、ネイティブにとっても難しい時もあるそうです。はい。で、状況が全然違ってしまうので、気をつけてください。はい。今回正解は C ですね。最後、a r chair is on the desk。アメリカのさ、学校とか、みんな学校終わったらさ、アメリカの人たち掃除しないですけど、そう生徒たちはね、自分でしないですけど、ね、学校終わったら、この机の上にね、椅子を置いて、ね、帰るんだよね。で、A chair っていうのが、 デスクにあるる、ね、デスクの上にあるです、ね、あんまりこういうふうにね言わないんだけど普通はね「There is a chair on the desk」って言うんですけどトイックは謎のこんな表現も出てきてしまうので、ね、トイックのね実際出た文のさ、えー、こういうのどうとかね覚えてきてさこう,こういうのどうってネイティブに聞くとそんなこと言うみたいなのが残念ながら出ちゃうのがパート1です。パート1だけです。パート2以降は大学入試とかよりもよっぽどちゃんとしたというか、まあ、ネイティブしか作ってないですから。 で使う表現ばっかりなんですけどパート1に関しては、うん、そんなの言う無理やりじゃねっていうのがちょっと出てきてしまいますで、まあ、とにかくパート1で問われる表現そして問われるね一番最重要文法事項ですねこれを押さえておいてくださいで、人が写ってないやつはこのそうです場所のさ表現も覚えていかなきゃいけなかったりするのでアパープは上だとかねカップの上とかネクスト横だとか上だとかですねこういう全知識が 問われちゃうというかそれが分かってないと答えられないという時もあるのでそこもちょっと要注意になりますねはいこんな感じでパート1の対策をやってみましたはい、えー、次回はパート2に行きたいと思いますはい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますお題は始まりましたタートをびトイク講座ね、今回はパート2に行きたいと思いますねパート2っていうのはですね音声だけです 最初の人が何か喋りますね。それに対する適切な回答ですね。A、B、C っていう3択の中から選ぶ問題になっています。はい。結構ですね。レベルが上がったんですよ。ここね。大厄介なので見ていきましょう。はい。それでは行ってみたいと思いますね。ここそう音声しか流れないんですよ。ね。こうやってはい。A、B、C だけ置いておきますので、皆さんもね準備してですね。で覚えてますか。どうやってやるか。え忘れちゃいました。そうです消去法でやってくださいね。 1一個1個 A 正しいかな B 正しいかな C 正しいかなって判断しながら答えを出すんでしたよ覚えてましたかはいそれでは聞いてみますよいきますねさあ解くことができましたからね いきなりなんで8番なんだって思うかもしれませんが、えー、これはですね、模試特急っていうですねものをですね朝日新聞出版社の、ね、ご行為により使わせていただいておりますので、ぜひですね、テキストで勉強したいという方は概要欄から見てください。はいで、聞こえましたかねまず最初のそうですね、最初に何て言ってか聞こえないと全然ね、だめだと思うんですけど、はい、こうやって言ってました。Where did you get that notebook? っていうふうに言ってました。聞こえましたか、ね、あでちなみにこれ 自分が聞こえてるかね、復習したいとかっていう人は、あのディクテーションとかやることをおすすめしますんで、音声 ABC ドっていうのからダウンロードできますから、そこで聞いて書き取りできるかっていうのをやってみてください。はい、で、Where did you get that notebook? ですね。そのノートブック、どこでゲットしたのってやつですね。ノートブック、大丈夫ですね。日本語で言われるノート。韓国語だとノートブックってノートパソコンのことなんですね。で、ノートパソコンはでも英語ではラップトップですからね、非常にややこしいですが。はい、そのノートブック、どこでゲットしたのって言して、 はい、A が Yesterday evening ですね。意味わかんないですね。これね、昨日の夕方みたいなね。おかしいですね。Where に対して時間は変ですよね。うん、で、From the Supply Room ですね。はい、これです。B 品質ってやつです。でこいつが正解あ。ちなみに覚えてますかこうやってやるんですね。この ABC っていうところにこう鉛筆を置いといて、A 聞いて Yesterday evening、あ違うなって言って動かすと。で、B 聞いて From the Supply Room、あこれ多分合ってるなってね。で、ここでまあ塗っちゃってもいいし、 こうただ残してもいいで、すねで C 聞いて、Yes, and the library ですね。はい、library ですが、意味わかんねえってなって、C を聞いた後に塗るでも構わないですね。はい、そういった形で解けば OK です。こういうが消去法っていうやつです。はい、で、今回ですね、まあ、初めてパート2やるんですが、ポイントがいっぱいあるので、えー、見ていきたいと思いますね。まず、WH question と言われるやつですね。大丈夫ですね。マッカーサーじゃないですよ。ね GHQ ですけど、はい、WHQ っていうのではいどういうのがあるか知ってますか WH クエスチョン o n 言たらそう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 ね「Who」とか「What」とか、ね「When」とか「Where」とか「How」とかああいうやつですねそう,そういうのを WH クエスチョンと言います。はい でこの WH クエスチョンっていうのがたくさん出ますパーツ2ではでここの部分さえちゃんと聞き取れていれば正解できるっていうものが出てくるので絶対に WH は聞き逃さないんだっていうのを忘れないでくださいこれめちゃくちゃ大事です、はい、WH は聞き逃さないでトイックっていうのは下のレベルから上のレベルまで測るテストですよねそうだから簡単な問題もたくさん出てくるんですよで WH っていうのは簡単なものになりやすいので全部じゃないですよ ただなりやすいので WH は絶対聞き取るんだだっていいうのを忘れないでくださいで今回もだから「どこ?」っていうのさえ聞き取れていれば「あ美備品室からです」っていうこの場所を表す表現が出てるから答えを出すことができますよね。はい、でもですね WH ってね難しい時があるんですよどういう時だかわかります、ね、まさにこの「where」なんですけど「where」と「when」ってですね非常に聞き分けが難しいんですよ。ね ウェ t t ジュ t ゲッタ e b プ o クとウェディジューゲッタノープークていうのはこのウェッ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 の部分が同じなのでややこしいんですね「who とか「what とか「how ってです、ね、もう出だしの部分から音が違うのですぐに分かるんですけどこいつはですね同じ音から始まっちゃうせいでですね聞き分けがかなり難しいって言われますそして毎回出ますで自分自身はもう100何回受けたかわ分かるんですけどト i クで引っかかった回数もめちゃくちゃたくさんありますそれぐらい めっちゃ重要なんですよ。ね、だから満点取っている人たちでも引っかかることがよくあります。で、毎回問われますから、このウェントウェアの違いっていうのは、ね、だから今回の問題でもこれがワンディジュゲットノップですね。いつそのノートブックゲットしたのだったら、そうですこれ A 正解になりますね。ギアスタリイブニングっていう時間で答えているこれが正解になりますね。そう、こういう引っ掛けがですね、毎回必ずあるんですよ。時間と場所を引っ掛けてくるっていう問題が出てくるので、必ず押さえておいてください。で、 あとは知っておきたいです、ね、ポイントとして WH に対して「イエスノーで答えてはいけませんそうです、ね、どこですか?」「いつですか?」に対して「はい」「いいえ」っていうのはおかしいですね日本語でもそうなんです英語でもおかしいので,で WH がくっついているものに対して「Yes/No」ノーっていうのは答えてはいけません。はい これを知っておいてくだ,さい、ね、だから、エンダー・ライブラリーとかさ、ほら、図書館の中ですっていう場所は答えてんだけど、ここね、イエスがついてからダメだっていうです、ね、そういう引っ掛けになっています。はい、で、サプライ・ルーム、必ず知っておいてください。あの、備品室ですね。トイックでは、オフィス・サプライズっていうのが非常によく出てきます。これまあ、オフィス用品とかね。 言われるやつででですすすかかそうんないい人多いですねオフィス用品って言われて何なんだって思うんですけどそういう時はですね Google とかでね画像検索することをおすすめしますオフィスサプライズって売ってそれで Google で検索してみてくださいそうするとあ,あこういうのなんだっていうのが分かりますねそうすると大体文房具が出てくると思いますのでペンとか紙とかステプーステプラー,イプラーホチキスかへっていうのとかが出てくるとねそういうのをオフィスサプライズと言いますね でパート2で OfficeSupplies って結構出てくるんですけどサプライズっていう表現が出てくるんですよねよく引っ掛けにサプライズね驚かせるとか驚きとかってやつですけどこいつがよく引っ掛けに出てきます似た音ってね引っ掛けにねよく使われるのでお気をつけくださいまあこの辺のこともね問題演習しながら分かっていくと思うんですけどねはいでは次の問題に行きましょう今度は本で言うと18番になります Number 18How much time is there before the meeting starts?A30 dollars eachBNo, this is the third timeCAbout 10 minutes はいできましたかね今言ってたのはこれですね How much time is there before the meeting starts?、ね、長いですね非常に聞くのが厄介だと思うんですが ねえとかね30ドルーズイッチって引っかかってないですよねどうですか引っかかっちゃいますかそうです「how much」だけ聞こえて「あっ !how much 知ってるいくらだ」って思ってですねそれぞれ30ドルですって言って引っかかっちゃうんですよでもこれ「how much time」ですねどれぐらいの時間っていう意味ですなんで「how」は非常に厄介なんですよいっぱいあるんで「how」だけだとこれはどのようにとかですね出てきたりするしねえ How long だったら「どのくらいの期間」とか「how often」「どのぐらいのヒント」「how soon」「あとどれくらいしたら」とかそう他のやつらはだいたい1語聞き取れれば OK な時が多いんですけど「how」の場合はですね結構「1語じゃなくてそれ以降のものも聞こえてなきゃいけない」って時があるので厄介なんです。で今回もねミーティングが始まる前に「どんだけ時間があるの?」って言ってるので。 n、no, This is the third time ですね。はい、これ絶対ありえないですね。W-H に Yes No で答えてますからありえないですね。はい、で、A、答えは About ten minutes ね。はい、えー、10分ぐらいありますと言ってこれが正解になるわけですね。はい、きっかけとしてはまあここに time が出てきてここも time ですね。同じ単語を使ったきっかけです。でも Yes No っていうのが分かればすぐに切れますね。そう消去法ですぐにこいつ違うっていうふうに判断できると思いますね。 えまあ、今回は、ね、非常に聞きづらかったと思いますね。How much time is there? でこれ、文でもともとあるっていう意味ですね。There is 何々ねっていう形だったこれが前に出てきてさらに疑問文ですから、is there っていうふうに語順が変わってます。 でしかも B 同士とかね、ではとか、この t h e r e is c 文で、ね、弱く読まれちゃったりするんで、How much time it's there before? ってね、結構早く読まれてて大変ですね。before も弱いし、done も弱いから、How much time it's there before? っていうふうに、ね、もうすごい早く読まれちゃうんですね。f o r e the meeting starts ね、はい。ミーティングが始まるまでどれぐらい時間がありますかという問題でした。はいね、聞き取るの大変でしょそうだから全部聞き取るの大変なので、せめて前のですね、塊だけは聞き取れるようにしてください。 でえー、さらに解く時のコツっていうのがあるのでそのコツっていうのは何なのかっていうんですけど、まあ、頭の中で最初の文を繰り返すっていうコツがあります。 頭の中で最初の部分を繰り返すとどういうことなんだろうって思うんですけど、まあ、脳内リピートなんていうふうに教える人もいますね。で、今回だったら、How much time is there before the meeting starts?、ね、これまあ全部を確かに覚えるのは大変です。まあ、せめて How much time ぐらいまでは頭の中に残しておきましょう。で、それを繰り返します。どのくらいの時間、ね、?How much time っていうのをだからこれ聞いて How much time is there before the meeting starts? って言って A っていうのが流れてくる前にあなたはここでリピートします。繰り返します。 で、How much time is there before the meeting starts? って聞いて、How much time? って温まります。で、A って言って、30 dollars each って聞いて、はい、で、消去法するんでしょうね。あれ ?30 dollars each。どれぐらいの時間って言ってたのに、お金で答えてる。だからこれは違うな。ね。だから実際の動作はこうですね。こうやって A から B に鉛筆を動かします。で、その後に30 dollars each で終わりじゃなくて、さらにここでリピートを入れます。 Repeat っていうのはこれです。また How much time っていうのを頭の中から出してください。これ繰り返すわけですよ。で、そうすると B が流れますね。No, this is the third time って言って、あ、How much time って言ってたのに対して No で答えてから、これもありえないなっていう風にして、また B から C へ進みますね。こういう動作します。で、それが終わったら、また頭の中で繰り返します。How much time っていうのを頭の中に出します。 ね、そして How much time? About 10 minutes.、ね、約10分どのくらいの時間あ10分あぴったりだなっていうふうになりますねでここで塗るってことです一回一回リピートするわけです、まあ、合計こことこことここで3回あるわけですねこの最初に流れる分を3回頭の中で繰り返す っていうやり方ですなんでこんなことしなきゃいけないのって思うかもしれないですがいやした方がいいですよまず覚えてらんない人が多いからですねもう C 聞く頃にはこの分何だったか忘れちゃうとでそれを3回繰り返すことによって忘れないよようにすするわけですよ、うん、こうやってリピートすることによって最後まで覚えてられるっていう利点が1個でもう一つは直前に頭の中に英文が出てるので、まあ、特にここですね B と C なんてここで会話してるわけですよ。 だから正解か不正解かを判断しやすくなるわけですね。そうでしょ？でこれ一回聞いてその一回だけとこの C を判断するのはだいぶ遠いですね。ね、そうじゃなくて一回一回リピートしたやつで判断する、リピートしたやつで判断するっていうふうにできるわけですね。だから答えを出しやすいね消去法をすると。 で正答率は上がるって言いましたね。だって消去法って1個でも×つけばだってもう正解率50%ですよ。50%の確率であなたは当たるわけですからね。すごくでかいでしょ。だから消去法は絶対すること。で、その消去法をするときにパート2っていうのは脳内で,このです、ね、頭の中でリピートすると。最初の発言をリピートすることによって正答率を上げることができるっていうのがあるわけですね。なんで、ぜひこれを実践してみてください。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それで始まりましたただいびトイック講座今回はトイックのパート2の2回目になりますね、えー、前回見てない方はですねぜひ第1回目を見てから挑戦してみてくださいはい、はい、今回は同じように問題演習をしていきたいと思います最初はですね14番からになりますねテキストですね模試特急っていうですね参考書がテキストになっておりますのでもしそれがある方はそちらを見てやってくださいはいではいきますナンバーフォーティーン Would you to like me to get A.I.Think n o t h h e r c a r A. I think we have enough.B.Mr.Oliver will chair the meeting.C.He's sitting over there. はい、できましたかね。はい今回なんて言ってたか聞こえましたこうやって言ってますね。Would you like me to get another chair? っていうふうに言っています。これ意味わかります so, ?Would you like me いうとかですね。これもう。 セット、like me to? ってですね、これをいちいち「would you like me to」どういう意味だろうとかってやっちゃダメです。まあ、ちなみにこれ硬い版なんでもうちょっと柔らかく言うと何だか分かりますそうこれこの形になってるか分かんないと思うんですけどこれ。 Do you「Would a n t t me、to? ってやつですねそう w o like to」が「want to」の固い版だっていうのは知ってる人が多いんですけど「want 人 to do」が「would like 人 to, to do」になるとかって結構知らない人が多いですね。それの疑問文ですね「do you want me to」っていうのは「would you like me to」ってなるんですよ。でこれも「えっ、ー、とあなたは私にしてほしいですか?」ってやるって「ああもう一個チェアを持ってきてほしいですか?」ってやっちゃうんですけど持ってきましょうかっていうやつですこれ提案の表現です。 トイックには提案とかしてくれますかとかそういうのがいっぱい出てくるのでこういうのも押さえておかなきゃいけません。日本だとこの「社外で習うことがすごく多いしましょうかですね、えー。トイックに社罪をまず出ないので、まあ、アメリカだとですね使われないからあんまり、ね、非常に硬い表現なんで、まあ、学校で習うと思いますが今まで私、まあ、トイック100回。 以上を受けてますが、データのは1回だけです。パとト2超登場したのはただの1度だけです。データは shall I? って覚えてるかもしれないですが、アメリカで Do you want me to? とか、固い表現だと Would you like me to? っていうので、この Would you like me to? って言ったらしましょうかだっていうふうに頭の中にもう入れておいてください。だからチェア持ってこようかって言ったら、I think we have enough。はい、これわかりますかそうです。これいらないって意味ですね。あ、ちなみに enough の後ろ省略されてるのわかるそう。え <Yeah, S 1> そうです。I think we have enough chairs ですね。 「はい椅子十分にあると思うからだから持ってこなくていいよ」って意味ですねこれねそうこういうふうに今のトイックっていうのはですね行間をを読んで答えを出すすっって問題がいっぱいぱありますこういうです、ねまあ、変化球とかです、ね、直球で返ってこない「NO」って言えばいいのに「NO」じゃなくてわざわざ「あ十分にあると思うよだからいらないんだよ」っていうふうに1個「行間」を読まなきゃいけないっていう問題がたくさん出ます。だからパート2ってです、ね、難しいんですよ でこういう問題を確実に取れるようになってください。はい。B.Mr. o l i v e w i l chair the meeting. ですね。この c h ア r っていう同じ音を使った引っ掛けですね。同音の引っ掛けです。でまあ、似た音とか同じ音を使って引っ掛けるっていうのはよく出てくるんですよ。ね、特にこのね、まあ、私もフランス語でこういうテストやったことあって、やっぱね、 似たような音が聞こえるとそれ選びたくなっちゃうんですよ答え意味が分かってないとですね何か似た音これ言ってっかこれ正解じゃないかなって選んじゃうんですよそだから気をつけてきちんと意味を分かんないと答え出せないんですよ、はい、で今回はこれ同士ですね議長を務めるって意味ですからね,これねその会議の議長オリバーが務めますって知らんがなみたいな、ね、全然関係ない、ね、で次が over there. です、ね、彼はそこで座ってます意味分かんないですけどこれは連想語ですね チェアっってていいううもののからセット座るっていうのは連想されますねだからこれは連想語を使った引っ掛けと言われます。はい、だからパート2っていうのはこういうですね、力が必要になりますね。まずいろんな表現ですね、覚えてなきゃ当然聞こえません。リスニングなんて知らないと聞こえないでしょ。そういうのを聞こえるようにすること。そして行間を呼ばなきゃいけません。 これができるようにならないとパート2は倒せませんそして音の引っ掛けとか連想語の引っ掛けっていうのがバンバン出てきますからそれらをちゃんと見抜いてこれだって思って正解を選ばないといけません答えは A でしたはいでは次の問題にいってみましょうはい今度はテキストで言うと29番になりますね No.29 Would you like French fries or onion rings with your meal?A It was really delicious. B actually I'd prefer a salad. C Me neither. Would you like French fries or onion rings with the meal ですね。あ、uh,、French fries っていうのはあのポテトのことになりますね。えー、まあイギリス英語だと chips って言ったりしますが、アメリカ英語では French fries と言いますね。で、onion rings ね。まあどっちかがついてくるってことは結構あるんですよ。ね、ご飯についてくるってことはあるんですが、はい最初が It was really delicious。意味わかんないですね。だってこれ A or B で聞いてるんですよ。 フレンチフライズがいいですかそれともオニオンリングスがいいですかあなたのご飯と一緒に食うのはって言ってるのに、ね、意味わかんないそれはとっても美味しかったです。まあ、当然、食べ物からの連想をですね。を使った引っ掛け。はい、で違うと。ね、A, or B? A と B どっちがいいですかっていうのに対して A ですって答えるかもしれない。B ですって答えるかもしれないですけど C ですって答える可能性だって全然あるわけですよ。 そうです。だから気をつけてくださいね。もう頭の中で決めつけていかないでくださいね。だから C なんていうのはその引っ掛けです。これ、neither って言ったらどっちでもない、A でもない、B でもないっていう連想語ですね。これ、me neither、意味わかんないです。私も違いますって言われてもね、えー、意味不明になりますので、ね、actually、Act めっちゃ答え出てきますので、とてくださいえー、こうやって、いや、実はみたいな感じでですね、非常に正解に出てくることが多い表現です。で prefer、なんとかの方を好むんですね。だサラダの方を好む。A でもない、B でもない。C。 いうことはありえるわけですよあこれサラダじゃないサラてですね。はい、これ間違えちゃう人多いですね。まあ、よくありますよ。スーパーサラダウィッダーとかっていう風に聞かれて答えられなくて困る人ってすごく多い,いです。今分かりましたかそう。スーパーサラダって聞いてね、はお願いしますみたいな、イエスって答えちゃう人がいるんですけど、今、スープ or サラダですかね。 ね、それと一緒に、ね「スーパーソーラー w i t h t って言われて答えられるかそう A orB に対して、ね、A か B かどっちがいいですかに対して Yes,No って答えちゃダメですからね,ねそうさっきの1回目の WH と同じで Yes,No で答えちゃいけませんからこの選択疑問文に対して Yes orNo で答えてはいけないっていうのもこれも出る時がありますので要注意です。はいいいっぱるいいるわけですよ、ね、実際答える 回答っていうのは山ほど可能性があるわけでしょ、ね、だから「オニオンリングとフレンチフライズどっちがいいですか?」って言って「フレンチフライズがいいですオニオンリングがいいです」って答えるかもしれないし「どっちも嫌です」って答えるかもしれないし「サラダがいいです」って答えるかもしれないし両方欲しいです」って言うかもしれないですね。 でいろんな可能性があるわけですよ。まだ決めてませんとかね。I haven't decided yet とかね。まだ決めておりませんとか。What about you とかね。あなただったらどうとかですね。いろんな回答が考えられるわけですから。だからね、もう絶対こういうふうに帰ってくるって思っちゃダメですよ。そう柔軟に、ね、答え出せるようにしなければなりません。<laughs> 最後、もう一問いってみますよね。番号は16番になりますね。では、いきます。Number I used to work in accounting. a c c o u n t i n g a Three counting this one.B.We just got a brand new one.C.Oh, when was that? はい、聞き取れましたかねはい、できました、最初が。I used to work in accounting ですね。アカウンティングで働いた経理部のことですね。Department っていうのをくっつける場合は The が必要なんですけど、in the accounting. デパーメントって言います。で、このデパーメントくっついてない場合は、このままアカウンティングだけですからえ、これは別に他のやつでもそうですね。R&D ですね。d d ー v e l o p m e n t とかでもそうです。で、I used to work ですね。はい、かつて何々してたよっていう表現ですね。かつて経理部で働いていました。で、前回そっかやったのを覚えてますかね。ちゃんと脳内リピートしてますか頭の中で A の選択肢が流れる場合に、また I used to work in accounting ってリピートしますね。で 3、Three, Counting this one. ですね。Counting これそう全知識なんですけど知らないですね。これを含めるとっていうですね。これを入れたら、これを入れて3つです。これを含めると3つですっていう意味です。で、これは音の引っ掛けですね。もう明らかにアカウンティングとカウンティングの引っ掛けですよね。で、We just got a brand new one. です、ね、え新しいのをゲットしました。ですね、何のことやらさっぱりですね。まあ、used っていうのが、まあ、かつて何々だった。 そういうところから来てるきっかけでしょうね。brand new っていうのは新しいっていう意味ですね。で、これもだから流れる前にリピートするんですよね。これ流れる前に、これをリピート。ここも流れる前に、また I used to work in accounting.We just got the brand new one. あ、uh,、全然合ってないぞっていうふうになりますね。まあ、あとはワンも引っ掛けだよね。これね、数とね、多分カウントっていうので引っ掛けようとしてるんでしょうね。

こっちが疑問文ってこと、全然ありますし、こっちが疑問文で、さらにこっちが疑問文ってこともあり得ます。はい、ということで、えー、疑問返しが出てくることだってあるわけですね。はい、アカウンティングで、昔働いてましたよ。えそうだったの、えその時、いつだったの、その働いてたの、いつなの。っていうふうに、きちんと行間を読むわけですね。そうで、行間を読むときに、まあ、やっぱりこの代名詞さしてるものとか。 このリーディングだったらいいんですよ会話を読む時って、ねまあ、大学受験とかだとよくあると思うんですけどそういうのだったら <laughs> できるんですけどあこれがざっとは指しているものはこれでありとかってできるんですけどリスニングですからそんなことできないですからもう頭の中でパッ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 と答えていかなきゃいけないです。でこれはパート3とか4でも重要になってくるんですけどどうやって答えるのかっていうんですけど、まあ、自分自身どうやってやってるかなんですがもちろん字もね大事なんですよこのリピートする時にこの字っていうのが重要になるんですが自分自身は。 英文を全部覚えてるわけではなく、頭にイメージを残してますね。意味わかりますか。この I used to work in a company って出てきたら、経理部で前に働いてた人を頭の中に思い浮かべます。ソロバンパチパチ古いかね、はい、そういうふうに昔やってたんだっていうのを思い浮かべて、ああそれはいつだったのってこう会話してる二人が頭の中に浮かぶわけですよ。そうだから場面を日本語にまあ置き換えちゃう人はしょうがない多いと思いますけど、それやってるとですね、やっぱどうしても間に合わないんですよリスニングって。 そうだから自分自身は絵に変えます全部イメージしていますその会話している状況だったりとかその文が表す意味っていうのを頭の中に浮かべますこうやって対策していますだからパート3とかパート4ってですねもっと長くなるわけですよこのパート2っていうのはこんだけ短いですけどパート34になるともっともっと長い英文になるわけでそれはやっぱりですね英文を覚えるなんていうのは不可能なんですよ そうじゃなくてきちんと状況を頭に浮かべる、絵を頭に浮かべる、イメージを頭に浮かべるっていうのができるようになっていかないといけないわけですね。はい、だからそういった訓練もしながらですね、そまあ、そのためには当然表現知らなきゃいけないから、さまざまな表現を覚えていってください。 ね、それが大事です。まあ、単語帳でもいいですし、toeic によく出るものっていうのを覚えていくっていうのが大事になります。ぜひですね。こういうことを意識してまあ、特に行間を読むとかですね。めちゃくちゃ大変なんで頑張ってやってみてください。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始まりましたただよりトイック講座今回はパート3ですねはい、3番目に行くんですがいよいよですね長いリスニングになりますので非常に大変なところになりますが一緒に頑張っていきましょうはいそれでは行きますねまずですねこうなんですよ説問がこうやって出てるんですね説問選択肢があってそれを読んでから聞くんですけどもただじゃあこれあってずっと読む時間があるのかって言ったらまあだいたいですね40秒ちょっとかな ぐらいしかないんですよなのでこれ皆さんに今40秒ちょっと与えますからこれ読んでみてください。どうぞ Questions thirty two through thirty four refer to the following conversation. Hi, I bought these seat covers for my car here last week, and I'd like to return them and get my money back. I'm sorry, but these were reduced for our clearance sale, and we don't give refunds on discounted merchandise. You could exchange them for some other auto parts or accessories. Or I can issue you a store credit that you can use later. But your sales clerk guaranteed they would fit, and they're much too large. In that case, I think you should talk to the store manager. I'll go get him for you. He must be in the tyre section now. Why did the man visit the store? これを読んでちゃダメなんですよね、そうこれ聞いて解いちゃったりするんですけどそしたら分かりますか次の問題読めなくなっちゃうんですねこれ先読みって言うんですけどそれができなくなってしまうのでそれ音声が流れ終わった時点で3問全部答え終わってないといけないんですよえー、そんなんできないよそうですできないんです多くの人がだから解けないんですそうなんですよぶっちゃけ 全然終解けない先読みできない先に読むこと先読みっていうんですけど先読みできないで聞いてその後これ解くけどもう内容を覚えてないだからわからないみたいな人がたくさんいるわけですねだからきちんとここの対策を覚えておきましょうではいきますがパ、えート3っていうのですねまあパート4も同じですが、えー、3つの説問があるわけですね2 3と ABCD、ABCD、ABCD と。っていうふうに、えー、この3つの問題があるわけなんですがそれぞれをまず先に読みますね。で、リスニングが始まります。で、聞きながら解くんですよ。いいですね。はい、いいですかだから先に読みます、これをまず。説問と選択肢を先に読みます。そして え音声を聞きながら解きます。で、説問が読まれますね。その後にえ、こういう流れになります。まず先に読んで、まあパート3とかパート4一番最初にディレクションズって言って何やんなきゃいけないのかの説明があるんで、その間にさっ先読みにしますね問題。で、聞きながら解きます。音声が流れている間にもう解いちゃいます。 で、説問がで呼ばれる間に No.32、ね、とかって言ってる時にはもう次のセットを読んでなきゃいけないですよ35から37の、ね、問題を先読みしてなきゃいけないわけなんですよ。そうだから分かりましたね。このパートですねリスニングパートだから耳が超重要じゃんって思ってますけど聞きながら解くってことはこれ選択肢見てますよね。で ここもままた先読みってて書いてありますよねそうこ,うですこここですねリーディングなんですよ半分以上の力はそうあなたが聞くパートはここだけですそれに対してあなたはずっと読んでなければいけませんそこを忘れないでくださいこれを知らずにただ聞ければいいやと思ってですね時にかかる人がいっぱいいるんですけど違います読めなきゃいけませんこれは読む力が非常に重要になってくるんだっていうのを忘れないでくださいで この先読みの仕方とかね、本当にね、もう知らない、適当にやってる人が多すぎる。大学受験でもリスニングを教えることがあるんですけど、本当に知らないみんなどうやってリスニングを解くのか。ね、だからその辺のことをきちんと説明していきます。では選択肢の先読みをしていきますね。で、「Why did the man visit the store?」っていうふうに書いてあってですね、大学受験でも生徒たちにね、質問したりするわけですよ。はい、どこが重要ですか ?Why did the man visit the store? って言ったら、 あーだと思「います疑問詞は重要だと思いますいいえ」<laughs>「違います、ね、いりません」えー「えなんでですか?えー」「えだって何で言ったんですか?」「こうするために」って全部選択肢を教えてくれますからそう選択肢見れば説問の疑問詞なんか覚えなくてもいいんですよ、ねそう。目のつけどころをみんな知らないで見ちゃうんですよね。で「こうするために」って言って「あでこれは覚えといてください」「共通部分は無視しなさいと」と今回ほら「t o 全部同じですね。 ね、だここをいちいち読んでたら時間の無駄ですから無視しますだ例えばこの「33」なんていうのは「だ」が全部同じですねだこれ無視してくださいねこういうとこずっと読んでたら非常にもったいないですね時間がねでこういうのねできなくて「×」とかさしてこう書いている人とかもねいるんですけどあのトイック書いちゃいけないから書き込み禁止だからここまではやっちゃダメですよだそういう目のつけどころを持っといてくださいで見てみますね何、はい、ですとは言ったのか「エクスチェンジのアイレム」ですねはいアイテムわかりますか はい、そうですね商品とか製品ですね。それを交換。アイ,ア,ですねはい、アイテムを直す。はい、オプティーナ・リファンですねあ。リファンドめっちゃ重要ですね。<laughs> そうそう、これは払い戻してもらうわけです。お金のですね。お金の払い戻し。リはまたですね。ファンド、これはお金ですね。基金とかのことですから。でまたお金が戻ってくるんだっていうイメージを持っておくといいですね。 で、あ、obtain っていうのは大丈夫ですね。これ get の意味ですね。はい、で、次は ask for discount ですね。discount ですから、そう、ね、割引してよっていうのを ask for、求めるってやつですね。はい。で、こういうのが出てきたときに、まあ別に今のね、段階では大丈夫ですけども、いずれはね、きちんといろんなものを覚えてってもらいますから、言い換えね。例えばアイテムだったら、はい、すぐにプロダクトって言い換えられますかとかね。はい、この repair だったら、 そうフィックスに言い換えられますかとかねえそういうのも、ね、オブテインだったら、はい、ゲットに言い換えられますかとかえそういうのもアスクフォーだったらリクエストに言い換えられますかとか s e ークに言い換えられますかとかっていうのを、ね、いずれ、ね、このレベルを上げていくためには必要になります。はい、でここで皆さんにぜひやってほしいんですけどこの選択肢を覚えられるっていう人がほとんどですねそうなんですよただただ読んでそれで終わっちゃってる人が多いんですけどいやいやいやちゃんと 記憶残さないといとけませんえどうやって残て残さないんですかイメージしてくださいで、まあほとんどの場合男の人が主語だった場合男の人が答えいますから、ね、この人がアイテムを超えて交換してくださいっていう場面とか直してください、ね、これやだお金返して割引してよっていうのを頭の中に描いてくださいそうすることによって記憶に残りやすくなります。 次は、What is the problem with the man's purchase? ですね。Purchase、えー、これ購入品ですからね。買ったものの問題は何でしょうですね。ですから人の不幸は蜜の味ですから、イエーイみたいに思えばいいんですよ。やったぜ、こいつなんか変なもの買ったよって思えばいいんですね。で、そこで、プライス、値段なのか、大きさなのか、色なのか、重さなのか。これは記憶に入れやすいですね。聞きながら解くときに見るわけですけど、これはすぐわかりますよね、うん。読まなくていいから、文じゃないから。大いぶ楽ですね。はい、次。According to the woman ですね。 こっちは Woman って書いてあるんで、この According to っていうやつですね。このどっちがしゃべるか教えてくれるので、女性がしゃべるのか男性がしゃべるのか教えてくれるので、女性によると、What should the man do? ですね。男性は何すべきかってことです。そう、普通は主語に来てるやつが答えをしゃべるんですけど、そうじゃないときはこの According to the woman ってくっつけてくれるので、優しいんですよ、トイックは、ね。だから女性が男性どうすべきかって言ってると。Speak to a manager としゃべる。 これとはデフェレンスセクションですね。違ったセクションに行く、違ったエリアですね。フ l ルアウトフォームですね。これめっちゃ出る表現ね、トイックね。フ l l o ウ t してますそう。記入するってやつです。一語で言うとなんかしてます。パッと浮かばなきゃダメですよ。こういうのがコンプリートフォームですね。コンプリート完了するしか知らないでしょ。すぐに記入するって浮かばなきゃいけないですよ、トイックだったら。あ、これだから基礎中の基礎ですね。用紙を記入するっていう。come back in the evening. Evening に戻ってくる。はい、だイメージを持ってくださいね。そう男性来てで、何か問題あった。 で、女性が男性、これしないよってですね、マネージャーと喋りないよ、ディフレンスセクション行きないよとかですね、フォーム記入してくださいです、ね、イブニングに戻ってきてくださいね、それを持って見るわけです。音声ね、もう一度聞いてもらってもいいですが、この朝日新聞出版のね、この模試特急ってやつですから、そこの ABCD っていうアプリで聞くことできますから、それで聞いてもらえればいいかなと思います。はい、では見てみますね。はい、I bought these C covers for my car here last week ってですね、シートカバー買ったと。And I'd like to return them and get my money back. そうですね、これですね。 シートカバーを戻してお金をゲットしたいってです、ね、バックしたいって言ってるから、そうです。払い戻しです、ね、をゲットしたいって言うんですね。そうです。これね。言い換えられてますね。そう、ここが重要なんです。トイックは言い換えを見抜くっていうのは非常に大事になります。で、I'm sorry, but these are reduced for our clearance sale。クリア n c e sale でこの値段が下がってたと。 で、and we don't give refunds for on discounted merchandise. ね、ディスカウントされている merchandise には refund しないんですよって言ってるんですね。あ、merchandise っていうのはこれ数えられない名詞です。さっきのアイテムとかプロダクトは数えられるに対して、merchandise を不加算名詞ってやつです。 Uh, you can exchange them for some other auto parts or accessories.、ね、え他の auto ー a r t s とかアクセサリー。アクセサリーって付属品のことですかねじゃらじゃらじゃらって意味わかんないですからねク車のシートカバーとアクセサリーを交換とか意味わかんないですから。Uh huh. uh, exchange a for b ってやつね。これはまあ有名な a for b B が投げ。<laughs> はい。A と B をこう交換する。 or I can issue your store credit that you can use later ですね後で使えるストアクレディットを i s s u 発行するですね i s はこう出すのイメージを持っておくといいですねで発行してあげるストアクレディットっていうのは基本的にそのお店でしか使えないようなポイントだったりとかクーポンだったりとかそういうのをストアクレディットって言いますでこんなの後はトイックだ基礎なんですが全然大学受験までに習ってきません、uh, but your sales are guaranteed ですねはい保証するってやつですでこいつもめちゃめちゃよく出ますねトイックでは、uh, they will fit このシートカバーフィットするってもう絶対大丈夫だって保証してくれたよってですね、はい、ここ言い換えられます別の単語に。Ensured、ね。Ensured。ねね、ちょっと一応過去だから。Ensured、ね。こういうふうに保証してくれるって言ったよ。They're much too large って大きすぎるって、ね。To、まあ、を就職する match ってあんまね。 見たことない人も多いんですけどよく使う表現です。Too large をさらに強調するやつです。Much too large とか much too big とかね、much too small とかってよく使う表現です。で、はい、でかすぎるって言ってるから問題は。 サイズだってわかりますね。で、too big からこれを判断します。えー、そして、so、in that case その場合、I think you should talk to the store manager ですね。はい、talk to the store manager ですね。喋る。I go get him for you ですね。えー、ゲットしてくるよ彼をですね。あそうそう。どうしげふて不適のに接続しげねえとかですね。えー、そういうのあるんです。Go get とかよく使います。Go get him for you。あ、he must be in the tire section now ですね。タイヤセクションにいるだろうし、ね、いる違いないですね。must はい。ということで、えー、talk to the store manager っていうのを speak to アンマニュージャルと言い換えているこれが正解ですはい、こういった形で解いていきます TOEIC の問題っていうのはですねまあ多分慣れないえ何これそんな感じでやるのそうなんですよで重要なのは最初に見て頭にイメージしておいて答えに関係ある場所を聞き逃さないっていうのが大事です答えに関係あるところが来たらああ ここだって,言ってです、ねまあ、線引いてありますけどそこをちゃんと聞いて、まあ、こういうのスキャニングって言ったりするんですけどもそれ答えに関係あるところを拾い上げるですねこういう力を身につけるようにしなければいけませんだから全て聞いて全て理解できるんだったらいいですけどそれはなかなか難しい先読みしてる状態ではあるもののだって聞きながら解くんですよ当然聞くだけに集中できないので非常に大変な作業になるんですよ。 ね、そこで全部聞けっていうのはなかなか難しいんですよそうだから答えに関係あるところだけは聞き逃さないっていうのを忘れないでくださいで答えはだいたい順番通りに出てきてくれますから,からこうやって解けばいいんだっていうのが分かってもらえたんじゃないかなと思いますはいこの動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりましたただおびトイック講座パート3の2回目ですねパ、えート3の2回目今回はですね3人の人が喋ってるってやつですね、えー、これ昔はなかったんですけど で,る人が増えてですね3人とかってていううのも出てくるようになりましたで新しい形式になったね糸問題とか図表問題っていうのもね、えー、あるんですけど、まあ、図表というかいろんな絵が出てくるのもあるんですがそれはパート4の方で詳しくやりたいと思います。はいそれではいってみましょう。はいではパート3の2回目ですね。えー、前回と同じようにですねまずはこの問題ですね説問と選択肢を読んでもらいます。はい、40秒ちょっと時間をあげますのでやってみてください。 questions 59 through 61 refer to the following conversation with three speakers. tom it seems like the launch of our culinary school's new website has been a great success in just one week the site has already gotten very positive feedback from visitors thanks jessica yeah i didn't expect such a big reaction our manager looks very happy. You may get. But there are still some issues with the mobile version of the website. People who visit our website on their mobile phones have complained that some text and pictures aren't displayed correctly. Oh, I didn't know that. We need to address that problem right away, since there are so many people who browse websites on their smartphones. Don't worry, I've already talked to the web designer, and he's working on it. Good. Hopefully, this won't affect our school's image. はいえー、こうやってもうこの、ね、No.59 って「Where do the speakers probably work?」とかってなってる時にはもうあなたは次のセットを読んでなきゃいけないわけですからねそこを忘れないでください、まあ、前回初めてねこの先読みとかってやっていや無理無理できない全然読めないって知ってますよいましたねどうやってやっていいのか分かんないですよ知ってますそうなりましたよね、えー、そういう人たちはですねまず説問を覚えた方が早いですよいやトイックに出る説問なんて同じのばっかりですからそれ知っといた方が楽でしょう And, uh, what are the speakers discussing? What are the speakers talking about? ,とか. でそういいいっっったもののて、ね、同じのがいっぱい出るんですよだからまずそれを覚えた方がいいです。まあ、何でもいいです。公式問題集に載ってる説問を片っ端から覚えていくとかでもいいですし、まあ、僕の、ね、出てる単語帳、ねこの辺に,も <laughs> ね、にも載せてありますので説問のパターンっていうのねその説問のパターンを暗記すれば読まなくていいんですよ。そこパッと見てもうそれで頭の中に入る。ね、だこれもスピーカーズが働いてるとこっていうのをこれいちいち読むんじゃなくてパッと頭の中に入れてください。あ働くだ、ね で、えー、前回もやりましたが、共通部分は無視しますね。で、頭の中に入れば、University, Web Design Company, Cooking School, Advertising Agency という風に入れます。はい。大丈夫ですね。大学。で頭の中にイメージするんでしたねそう。大学に働いている人たち、Web Design の会社で働いている人たち、Cooking School で働いている人たち、Advertising Agency ですね。広告代理店で働いている人たちを思い浮かべてください。で、次が According to the man ですね。はい、ラッキーですね。Man がついてますから、 必ず男性が答えのヒントを言いますね。はい、What is the problem?、はい、問題は何です、ね、これもしょっちゅう出てきますね。前回もありましたね。What is the problem?、ね、人の不幸は密の味ですから。キュッキュッと思いながら見ればいいです。で、えー、とサムは同じなんでちょ無視しますね。はい、content is not shown properly ですね、はい。適切にコンテンツがですね、表示されてないよっています、はい。次が Orders have not arrived ですから、注文したものっていうのが注文品ですね。っていうのが届いてないよ。ね 次、Workers are not present.Workers、ね、がいないよ。で、People cannot access a website.Web site、ね、にアクセスできないって言ってるから、はい、頭の中に思い浮かべますね。どういうことしたら、あ、なんか表示されてないよっていう状況。そして、ああ、届いてないよってなる状況。ああ、いつらいねえよみたいですね。とか、ああ、Web site にアクセスできねえよっていうのを頭の中に入れます。はい。で、次は、What is Jessica worried about?Jessica、ね、っていう名前が出てますね。 名前が出てるってことはですね女性2人出てくるっていう証拠になることが多いですもちろん例外がありますよ普通にただこの話してる中に登場するジェスカさんとかあることはあるんですけど普通こうジェスカって書いてあったらあそういうことか男は1人で女性が2人なんだなっていうのが実は分かりますジェスカがね心配してるのは一体何かね「our designer is not skilled enough ね」ねはいこの「スキル l っていうのよく出てくるんですよこれですね「skillful」って言ったりもしますけどもスキルがある形容詞で使います で、enough っていうのは、形容詞や副詞の後ろに置かれるので、この語順ね、skilled enough っていう形に出てきますので、えー、間違いないように enough skilled ではなくて、skilled enough の語順ですね。はい、デザイナーがスキルが十分にいねえって言ってますね。はい、まあこの本当、skilled はしょっちゅう出てきますから、正解にも何度もなってる。Her manager is not content with her performance ね、content だから、えー、満足してないってやつですね。えー、この satisfied の意味です、これいすつね。 満足していませんパフォーマンスって言った場合に、はい、あなたの中に浮かぶのはそういっぱいなんか踊ったり歌ったりとか、ね、そういうパフォーマンスもあると思うんですがここは普通は業績の意味ですからね,これねパフォーマンスってだからそういうのをパッと浮かぶようにしておいてくださいね、えー、もちろんその歌とか、ね、踊りとかそういった感じのパフォーマンスも出てくること出てくるんですけどそれよりもちゃんと会社であ業績か業績に満足してないんだなマネージャーはお偉いさんですね。はい で次は、Customers Disregard Advertisement ですね。はい、Disregard ですね。これも最近トークに出てくるようになった単語ですね。知ってます ?This は否定ですね。Regard は見るなんで、ね、なんで、見ない。そう、無視するって意味です。はい、無視するって言ったら、あの頭の中に浮かぶのは、そう、ignore ですね。はい、こういうふうに言い換えはバン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 覚えていかないといけません。はい、で、次が、Reputation may be harmed ですね。Reputation もよく問われるので知らなきゃいけないですね。知ってますか 評判っていう意味ですね、はい、なのでこれらもちゃんと知っておいてください。はい、でちゃんとね実績、えー、が心配してると「ね、やばいよデザイナーの能力低いよ」とかで、ね「マネージャーが満足してねえよ」ねあ「全然広告出してもみんな無視するよ」とかで、ね「やばい評判落ちちゃうよ」みたいなねさあどれでしょうでこれが分かった段階で皆さんはもう一度聞いてみればいい。 そうするとね面白いんですよ、ここが全部理解して聞けるのとここを理解してないで聞くのって、ね、すごい差があるんですよ、これやったことがあってトイックの500点レベルとか400点レベル、300点レベル、200点レベルとかでもやったことあるんですけどやっぱ全然違います、どのクラスでやってもここがちゃんと分かってる状況で聞くと答えが出しやすくなる、ですよこれはあびっくりした、結構下のクラスでも正答率がかなり上がる。はいでは 最初はい女性1が喋りますね。はい、It seems like ですねこの絵みたいだよ。The launch of our culinary school's new website has been a great success って書いてますね。まずはい launch っていうですね。これが、ね、なんかこの打ち上げのねロケットのイメージを持ってる人多いと思うんですけど、発射するみたいなですねで思ってる。ロケットとミサイルしか使わないからこの launch は。その launch じゃなくて最近は日本でも launch するとかって言うらしいんですけど launch じゃないでしょ。 ロー、ね、ンチってこれ何かを始めることですから,そうだから始めるウェブサイトをこう新しく始めたんですよ。ね、でそういうことです。でこれウェブサイトが新しく公開されてそれが has been a great success すごいサクセスらしいよ。SMS-like ですね。ヨーダみたいなやつです。ね、あヨーダつまりスター・ウォーズですね。でこのですねカリナリーとかキュイナリーっていうのがこれが料理教室というか料理学校ですね。クリナリーですね。なんでそう私たちのこのね アワーとかね結構答えにかかって割ってくることってあるのでそこを注意してください。私たちの料理学校ってことはそうですね、働いてる場所は料理学校ですからクッキングスクールですね。はい。だからキュリナリーとかカルナリーってやつを知らなかったら答え出ないですね。そうなんですね、最近これトイック出てくるようになっちゃったんで気をつけてください。で、デザインとかアドバタイズメントとかいろいろ喋ってるのでそれに引っかからないことが大事です。で、えー、見えますね。で週間で The site has already gotten very positive feedback from visitors ね、visitors からすごい良いフィードバックをもらってるよ。フィードバックよくできますねトイックめちゃめちゃ出てくるので、えー、知っておいてくださいいろいろ言い換えられてオピニオンに言い換えられたりとかコメントに言い換えられたりしますので、えーね、結構よく出てくるキャラクターですで Thanks Jessica! Yeah, I didn't expect such a big reaction ね、そんなリアクション期待しなかったよっですね。そうすると女性の二人目が飛び込んできて Our manager looks very happy, you may get ね。 何だったんでしょうねボーナスなんでしょうか昇進なんでしょうか分からないですが、何かをゲットできると、ね。で、これそうなんです昔の時とは違って、今です、ねこう、話の途中でこうカットしたりとかも出てくるので、ねえー、話の途中でカットしよう。But there are still some issues. はい、このイッシュ、ね、前回のイッシュとは違うイッシュですね。そうそうそう、problems、問題の意味のイッシュですね。前回は出すって意味の、えー、イッシューでしたけど、今回は problems の意味ですね。 With the mobile version of the ウェブサイトのモバイルバージョン,モバイルバージョンつまり携帯とかで見たバージョンですね。最近もよくありますよね。パソコンで見たときに映る画面とスマホでと違う設定にしているそういう、ね、ホームページがあると思いますね。そうです。People who visit our website on their mobile phones、ね。あ,あ、そっか。トイックではモバイルフォンといいますね。アメリカは普通セ cell phone といいますか。トイックではモバイルフォンといいます。携帯でものことですね。Have complained that some t e x t and pictures aren't displayed correctly.、ね ちゃんと表示されていないと字とですねこの画像が表示されてないよって言ってるので、はい、そうです。これが正解ですね。その字や画像をコンテンツと言い換えて、プロポリ適切にっていうですね、r e ク t リ y と言い換えてますね。Oh, I didn't know that! 知らんかった !We need to address the problem right away! はい、このアドレスも超重要ですね。めちゃめちゃ重要なアドレスですね。入試でもまあ、難関台では出るんですけど、知らない人が多いですね。アドレスって言って、 えー、そうですこれ、対処する、対応するっていうんですね、アドレスは。はい、これも TOEIC では基礎なんですよ。はい e r h was that problem right away, right away, すぐにですね、すぐに対応しなきゃ。Since there are so many people who browse websites on their smartphones ね、スマホで見る人多いからさ、早く対応しなきゃ。そうですね、スマートフォンっていうのも、普通に TOEIC には出てくるようになりました。 で、don't worry, have already talked to the web designer. ね、web designer と話した。and he's working on it. よく使いながら work on. それ取りかかるっていうやつですけど、もう受験だと全然出てこない、英作文に。こんなにすごくよく使える表現なのに、みんな使わない。習わないんだろうね。はい。ね、それやってるよ、取りかかって、work on the task とかさ、work on the homework でも何でもいいけど、めちゃくちゃ使うんですよ。 で、good.Hopefully. こうだといいなってやつね。I hope みたいなですね。Hopefully.this won't affect our school's image. ね。はい。これが、affect 知ってますかそう。影響するってやつですね。えー、この E で書くやつね。Effect の方は名詞だけど、こっちの effect ですね。まあ、あのね、人によって両方とも同じ音で発音する人が多いので、だからネイティブスピーカーでもよく間違えます。逆で書いちゃう人すごく多いんですけど、はい。これ、影響するって意味です。スクールのイメージに影響しないといいなって言ってますね。 はい、心配していることが出ましたね、はい、これが影響しないといいなそうイメージをほら「レピュテーション」「評判」って言い換えてますねそれに影響するっていうのはイメージが悪くなる傷ついちゃうってことですからね、はい、こういった形で、ね、言い換えを見抜いていくっていうのがとても大事だっていうのをやりましたね。 であの絶対言い換えになるわけじゃないですかね、そのまま言ってるのは間違いで言い換えられるから、そのまま言ってるのは正解にならないとかって教えてる人もいますけど、そんなことないですからね、そのまま出てきて答えになるのも出てきますぜひですねあの、テキストには他の問題もたくさん載ってますので、そちらを使って、ですね問題、演習して、あなるほどって分かってもらえればです、ね、きっと覇権がいっぱいあると思いますね、ちなみに、まあ、私が大学で授業やるときは、どんなふうにやってるんだったら、このあと学生たちは、ですねこの会話あるじゃないですか、あれを全部記憶するまで帰れませんみたいにやりますね。お兄ですよはい まあ昔2人だったんでトイック3人とかなかったんで2人だったら2人でやらせてどっちかが A でどっちかが B ではい全部覚えてでこうやってテストして「はいダメ」「はいもう一回」みんな列並ぶっていうそういう授業やってましたけど、ね、それぐらいやっぱり、ね、気合い持ってやらないとできないからみんなねなめすぎだからトイックそんな簡単なものではないですからねはいだからもう気合い入れても全部覚えるぐらいの力やるんですよ、ね、いいですねしょうがなかったんですそれはね文法とか何にもわかんない人たちだからだったら覚えろ <laughs> という感じでやったんですね。はい、まあぜひ今回やったポイントをですね、活かしてってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まあ、パート4のところで、もうちょっと詳しくですね、対策については話していきます。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 では始まりまりした,ただびトイック講座ですね。今回からパート4に行きたいと思いますね、えー。パート3と違ってですね、パート4っていうのは1人の人がしゃべります。さまざまな場所だったりですね、さまざまな状況があるんです。アナウンスメントだったりとか、留守番電話だったりとか、いろんな状況があるんですが、とりあえずどういった問題が出るのかやってみましょう。はい、それでは行きますね。はい、で、前と同じようにですね、質問選択肢を読んでください。40秒あげますので、読んでみてください。 Questions 80 through 82 refer to the following talk. Welcome to Big Valley. My name is Dane Gilliam, and I’ll be leading the hike today. Big Valley features an extensive network that combines for a total of over a 100 kilometers of hiking trails. Today's tour will include some of the most scenic areas in the park and there will be plenty of opportunities for taking pictures. We'll start our tour here at the main trailhead and make our way along the River Ridge Trail until we get to Waldorf Lake. We'll break for lunch there. Please refrain from feeding any birds, fish, or animals that we see along the way, as it's against park regulations. 説問が流れる。No.80 Who, Who most likely is the speaker? って聞いてるときには、もう次のセットの説問選択肢を読んでないといけないですからね。そうやって解いていくんだってやりましたね。まあ、で、えと、説問を見ていきますね。Who most likely is the speaker? ですね、えー。こういう説問ですけど、読んでちゃダメです、こんなの。ね、本当に多いのが、この Morse likely 自体がわからんと。なんだこれどういう意味なんだろうって読んじゃう人がすごく多いんですよ。 ね、説問読む時間なるべく短くしなきゃいけないのに説問を一生懸命読んで <laughs> 意味がわからん意味がわからんってなってる人も、Most likely っていうのは Probably みたいな意味だと思ってくださいおそらくっていう意味です、ね、だから「f i r s t speaker?」「おそらくスピーカーは誰ですか?」っていうふうに出てくるんだなって思ってくださいそうでよく出る説問っていうのはもう決まってるんですよ同じ説問ばっかりなんでその同じ説問を何度も何度も読んで理解しようとです、ね、してたら時間の無駄なんですよだから説問っていうのは知っといてください まあ僕の単語帳でもいいですから、ね、僕の単語帳にまとめてありますから自分の単語帳の名前も忘れちゃった品質単語 <laughs> まあいいですこの辺に出てます <laughs> っていうのでそこに説問集が載ってますからどういう説問が出てくるのかっていうね説問を読んでちゃだめ説問は見て一瞬で理解できるようにしておいてくださいこれはパート3も4も7も同じです。読んでででたたら時間がもっいいないですで スピーカーは誰ですか話しては誰ですかっていう問題はしょっちゅう出てくるんですけど、言ってくれません、大体いい。この m o s t likely とかってついてる場合は絶対言わないし、そもそも人の名前じゃないですからね。そう誰ですかって言って、ね、ジョン・ケンとかっていうふうには出てきません。ここには職業が出てきます。で、今回は、はい、トラ v e エージェントですね。まあ、よく出てきますね、えー。トラベルエージェント大丈夫ですね。近畿ツーリストとかでしたっけわかるんですけど、とかで、で HIS とかですね、はい。そういう、そしてトラベルエージェンシーの人。 で、アペットショップオーナー。これ簡単ですね。ペットショップオーナー。で、ツアーガイド。はい、ツアーガイド。で、これは、はい、場合にありますね。これ、あ、共通文は無視してくださいね。えー、バイセクラね、はい、バイセク、自転車ですから、自転車乗ってる人。はい、だからそれを頭に描いてくださいね。トラベルエージェントを思い浮かべる。ペットショップのオーナーを思い浮かべる。そしてツアーガイドを思い浮かべる。そして、えー、そして自転車乗ってる人を、はい、頭に思い浮かべる。で、次。 これが新しい形式です。前の TOEIC にはなかった形式になりますね。で、これ、imply とか、まあ、mean とかが出てきて、この発言の 意図を問う問題とかその発言の意味を問う問題、えー、そして why って出てくることもあってその発言理由を問う問題っていうのが出てくるのでちゃんと押さえておかなきゃいけませんなんでそれを言ったのかとか、えー、どういう意味なのかっていうのも、えー、ちゃんと押さえなきゃいけない問題が出てきますで今回は there will be plenty of opportunities for taking pictures be for will of ってていうのが出てきます文章中というか、まあ、この音声中に出てきてその意味は一体何なのかそれの意図していることは何なのかインパライですねこのメカスです There are many animals place in one place. 1つの場所、1個の場所にメニーアニマルがいる。だから写真を撮る機会がプレントを十分にありますよ。はい、こうつなげてください。これやらない人多いんですけど、A とここの発言、B とここの発言、C と発言、D と発言、どういうふうにつながっているのか頭の中で考えてから聞くと分かりやすいです。はい、だから1個の場所にアニマルがたくさん集まっているから写真撮る機会十分にあるよ。 B. He will lend cameras to the listeners.、ね、聞いている人たちにカメラ配るよって言ってますね、はい。カメラ配ってあげるから、だから十分に写真撮る機会あるよ。C. The listeners will not be rushed. です、ね、急がされる必要ない。つまり、急ぐ必要ないよってことですね、はい。十分な機会ありますから写真撮れる。だから急ぐ必要ないですよ。次、ね、There are many rivers worth seeing. です、ねはいえー、見るのに値する。Wasa energy.、ね、見るのに値するリバーがたくさんあります。はいえー、だから、 写真撮る機会十分にありますよ、たくさんありますよ、ね、このリバーいっぱいあるからっていうのをつなげて頭の中に残しておいてください。1個の場所に、はい、たくさんアリマルがいます、はい、カメラ、はい、皆さんに貸し上げますよ、はい、急がなくてもいいですよ、はい、そして、はい、見るのに値するこのリバーがいっぱいありますよ、ね、だから写真撮る、えー、機会が十分あるよっていうふうにつなげてください。 次、What does the speaker ask the listeners not to do? ですね。これ not がついてないのが多いですね。Ask the listeners to do ですね。するように頼んでいるのは何ですかっていうのはよく出てきます。で、今回はしないように頼んでいるのは何ですかですね。はい。Eat lunch in a building. はい、Building. はい。ランチ食わないでください。食っちゃいけません。Give food to animals.Animals ね、にはい、飯あげないでください。Start up in the vehicle. あ、vehicle ってね乗り物って覚えてる人が多いですけ vehicle っていうのは車両です。ですね。えだから、車ですよ、基本的には。車とかバスとか。 そういいったもののことを言いま t トイックでビエコが別の乗り物なんか飛行機とか自転車とか表すことはありませんビエコーっていうのはいつもカーとか automobile の意味で出てきますのでしておいてくださいメイク・ラウド・ノイズですねはいうるさいノイズいろんなんですねノイズを立てないでねって言ってですね、はい、でこれ頭に入れてねこれダメだよって言うんでしょうね多分ね はいでは見てみます。Welcome to Big Valley. あ、これバリと発音します。これバレーって呼んでる人がすごい多いね。シリコンバレーとかって言ってますけど、バリですかね、これ。バリ My name is d a n Gillen. And I'll be leading the hike today. ですね。ハイクをリードしていく。引っ張っていくよと言っていますから、あ、この人ツアーガイドだろうなっていうのはここでわかるし、ここにもほら、Today's tour って書いてあるからね。あ、この人がツアーガイドだっていうのは推測できますね。はい で、場面を思い浮かべるって前も言いましたけど、そうです。場面を浮かべてください。この人がツアーのなんかああ説明してるんだろうなっていうふうに思ってください。で、a、Big Valley features an extensive network that combines for a total of over 100 kilometers of hiking trails.features, ねこれもトイック重要単語です、えー。これを特色としているとかっていうです。特徴っていうのが有名ですけど、こういった動詞で使う言葉よくあります。えー、雑誌とかが これを特集してますとか特集記事ですみたいな感じでフィーチャー何々っていうのは出てきたりするし映画とかの主役がこの人ですみたいな感じでもフィーチャーはトイックで出てきますだからいろんな意味で出てくるので気をつけてくださいえエクステンシブ幅広いっていうやつですねあのエクステンシブ w l e d g ジみたいな形ですねコンプレヘンシブと言い換えられるやつとかも出てきたりします、はい、エクステンシブはよく出ますネットワ that c コンバイン e s 繋がってる for a total of over a hundred kilometers すごいですねハイキントレオこれもねちょっと知らない人が多いと思いますがトレイルっていうのは このよよく出てくるんですよ、まあ、確かにアメリカ、カナダに行った時よく見た表現ですけど、この道です。ハイキングとかの,このコースの、ね、こういう道のことを、えー、トレイオって言います。トレイストはい、含んでますよ。その他のモルストスティニックアイアス。Scenic って、まあ、ほらシーンと似てますよね。スペルが。ですごい長めがいいところです、ね。長、はい、めがいいエリアスを含んでるよ。h ン p パーク。 で、And there will be plenty of opportunities for taking pictures ツアーっていうのはシニックエリアズっていうのを含んでいるんだよってとですね。今回のツアーが含んでいて、えー、十分な写真を撮る機会がこのシニックエリアズですねこの眺めのいいところを含んでいるそう眺めのいいところでちゃんと時間使ってみますよっていうことをのみかしているわけですこれは難しいですよ行間をかなり読まなきゃいけないよね でこの時間をきちんととってやるからだからそ急がなくていいですよあなたは急いでいろいろ見に行かなくてもいいよっていう意味ですそうアニマルが一つの場所に集まってるとかリスナーにカメラを渡すとかリバーが出てないですね見るのに値する場所がたくさんあるんだったらいいですけどそんなの出てきてないですから消去法でやっても C になりますねえー、そんなのはっきり言ってないじゃないですか言ってないですよだからインクライなんです こういうのは TOEIC で気をつけてくださいこのこのメカス系ですね特にリーディングの方ですリスニングではそこまでですけどリーディングではこういう書いてないじゃんでもこれが正解っていうのがいっぱい出てきますこれが TOEIC の難しさですだから大学受験のね、早稲田とか慶応みたいに複雑な構文が出てきたりしないしめっちゃむずい単語が出てきたりはしないのに難しいそれはこういう問題がですね出てくるからなんですよこのメカしてる言ってないやんっていうね で今回のツアーは、ね、ちゃんと、ね、有名なところを、ね、もう含んでますから、だから急がなくてもいいですよっていうことです。で、break for lunch there です、ね、そこで、えー、ランチブレイクします。Please refrain from feeding any birds, fish or animals that we see along the way、えー。で、そこで、え、hey, refrain from、ね、するのを控えてください。refrain from ing。うん で birds や、yeah, fish や animals あ、ah, fish っていうのはこれで複数形にもなるので単数形も複数形も同じなんで birds fish これで複数です or animals ね a n i m a に餌を与えないでください feed ですね餌を与えるなだからそうだからそれを give food と置きえている B が正解ですでこういうふうですね We see along the way as it's against the park regulation park regulation に反するのでって言ってますねはい park regulation に反するから 与えないでください。フィードとフードはね覚えやすいよね。そうスペル似てるでしょ。これフィードとフード仲間なんですよね。えー、だからその餌を与えるとか、えー、フードを与えるっていう意味ですね。はい言い換えですね。まあ refrain from っていうのが not to do とねこう言い換えられてるわけですよ。はい、えー、こういった形で問われるわけです。できちんとねやっぱ場面が浮かんでほしいわけですこのなんかハイキングツアーでこうみんなね歩いていくとこでこうやっていてでそこのツアーガイドの人がこう喋ってるっていう場面が浮かべば これっていうのは結構解きやすくなるんですよ。でもこういうのがね、頭の中に想像できないってい人はね、結構苦痛なんですね。で、その想像するためにどうしたらいいんですか。最初に読んで場面を想像するっていうのを知っておいてください。うん、そしてこのね新しい形式ですね、新形式のこのこのメカ式ですね。これパート3にも出てきますから、結構厄介です。これ先に見ておかないとさ、聞き逃しちゃうことすごく多いので、えー、厄介なんですね。だからこの先読みっていうのをきちんとやるようにしてください。 この動画はよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりましたただいびトイック講座今回はトイックパート4ですねレッスニングのパート4の2回目になりますね、えー、今回もですね神経式新しい形式を扱っていきたいと思いますはいそれでは行ってみましょうはい今回ですねそうなんですよこのね図表とかグラフとか絵が出てくるやつですねまあ、グラフィック と言われるんですが、グラフィック付きの問題を解いてみたいと思いますね。で、グラフィックはついてい,いよがついていまいがですね。準備時間は変わりませんので、えー、同じようにですね。40秒使ってえ設、ー、問選択肢、そしてグラフを見てください。では、いきますね。 Questions 95 through 97 refer to the following excerpt from a meeting and chart. And now for our last agenda item, the company cafeteria. I'm happy to report that the renovation of the cafeteria will begin next month. Here are the results of the employee cafeteria satisfaction survey. These are the four categories which received an average score of three or less out of a maximum of five. First, since a lot of employees wanted a faster wireless internet connection there, we've decided to install a better router in the dining area. We'll also expand the room to accommodate more people and offer complete nutritional information for the dishes we serve. はい、で、ここで、まあ、説問が読まれるんですが、もうその説問が読まれるときには、次の問題を見てなきゃいけないわけですね。はい、では、見ていきますね。最初が、What type of project is the speaker discussing? ね。はい、どういったプロジェクトについて話しているかってやつです。 で、オープニングレストランですね。はい、レストランを開く。チェンジングアインターネットサービスプロバイダーですね。サービスプロバイダー。わかりますかねネットのプロバイダーですね。最近知らないっていう人もいるらしいんですけど、ネットって、そうですよ。いきなりパッとマジックのようにですね。インターネットってつなげられないんですよ。サービスプロバイダーがいるんですよ。で、次は、making improvements to a cafeteria ですね。カフェテリアにインプルーブメントするですね。改良する。よくするってことですね。まあ、動詞の improve もすごくよく使われますが、 カフェテリアですね気をつけてくださいイメージ湧きますか 結構ね人によってイメージするものが違うらしいので気をつけてください大学にそのカフェテリアがあるかないかとか会社にカフェテリアがあるかないかによってイメージが違うらしいですで食堂って訳されるんですね結構ね食堂って言われるとですねなんか昔ながらのものを思い浮かべてカフェテリアって聞くとなんかおしゃれなところを思い浮かべる人がいるんですけど基本的には食堂ですだからトイックの場合だと大学の食堂は出てこないので、まあ、社員食堂だと思えばいいですそれをカフェテリアと言うんだと思ってください慶応大学とかね 学食とカフェテリアがさ、別に存在しててな、別のイメージを持ってるんですけど、同じことですので、間違えないでください。まあ、社食とかって言われるやつです。はい。で、次は e n h a n c ンプ g Employees Health ですね。Enhance ンンですね、えー。高めるっていうのですごく有名ですね。だから Increase の意味が有名なんですが、えー、基本的に Improve の意味だと思ってください。同じような意味です。だから、社員たちの健康っていうのをより良くする。そう高めるっていうのをよくするってう意味です。で、Employees 大丈夫ですね。これね、S の後ろにこの アポストロフィーついてますねこれ複数形にアポストロフィーつける場合はここですからねこれ知らない人多いんですけどこれだから複数形の所有格ですで頭に思い浮かべますね、はい、何について話してるのあレストラン開くよう、ね、インターネットサービスのやつのプロバイダーもう遅すぎるかようとかですねでカフェテリアよくしましょうよ、ね、健康状態上げようよとかってやつで次 according to the speaker ですね according to the speaker はあんまり気にしなくていいですパート4の場合はパート3の場合は誰が喋ってるかがわかるので according to the メンとかこれにングてーウーマンっていうのが役立つんですけど、えー、パート4の場合はもう絶対一人しか喋ってないんでだ、えー、からここは特にヒントにならないので読まなくていいです。今のネットワークコネクションの問題は一体なんでしょう。まあいくつか問題があるかもしれないからあって多分ついてるんでしょうね。で、アコリングスピーカーってスピーカーが喋ってるやつですよ。ね話し手が言っている。 一つの問題というのは何か。だか他のこともあり得るだろうけども、この音声の中で言ってるのはどれってことです。It is slow, 簡単ですね。It is expensive, 高い。パスワードはハードトゥー・ e m ンバーです、ね。パスワードを覚えるのが大変。ハード r e m e m b e r です、ね。こう覚えるのが大変。The signal is weak in certain areas.The signal、ね、っていうのが、昔はバリさんとかっていう言葉がありましたけど、電波が弱いか。ある場所では電波が弱い。 で次が、look at the graphic そうです。この look at the graphic ってつくやつが必ず絵とかグラフとか地図とかですね、これを使う問題です。Where does the speaker ask the listeners to discuss? ね。リスナーにスピーカーがこれについて喋ってって言ってるのはどれかってやつですね。で、これ選択肢ですね。ほとんどの場合覚えなくていいんですよ。なんでって言ったら、これ全部書いてるでしょ Internet インターネットコ o クション、フードバリエ t ティー、ニュトリショナ n インフォメーション、The number of seeds。これ全部載ってますね、これね。すでに。 ここに書いてあるのでそれは気にしなくていいんですよだからラッキーだと思ってくださいそこは見なくて OK であるとねただしヒントになるものを思い浮かべておきますはいこれ大事なんですよ見た時にただ見てるんじゃなくてちゃんと何なのかを理解してくださいどういうことをしたらこのエンプロイサ s スファクションですから、はい、社員の満足度ですね でそれのレイティングっていうのがこの,、ね、この点数とか率とかそういうやつなので,でこれは満足度ゼロですね最悪ですね123って書いてあってあ3の方が高いやつなんだなってやつで,すで答えのヒントになるものとして絶対にこれは言わないんですよこいつは言ってくれません答えででなんでですかそう言ったらだってこれいらないじゃん答えをリスニングの中で言ったらいらなくなっちゃいますねそうだからリスニング中に言ってくれません だから別のものがヒントになるんだっていうのをちゃんと押さえておかなきゃいけません。 例えば3のやつですって言ったらこれナンバー e r スイーツだし1のやつですって言ったらフードバラエティだし1番高いやつですって言ったらナンバーオブスイーツだし1番低いやつですって言ったらフードバラエティだしインターネットコネクションとかインフォメーションアバウトアイテムだったら例えばインターネットコネクションと同じ数値ですって言ったらこうインフォメーションアバウトアイテムですね逆にインフォメーションアバウトアイテムと同じ数値ですって言ったらインターネットコネクションが正解になりますねはいこういった形でですね必ず答えは言わずに聞こえた情報と グラフとかこれを照らし合わせてやらないといけないっていうのがここのポイントになりますこの解き方を知らずにやらないでください必ず照らし合わせるんだと思ってやってください はい。では、見ていきますね。And now, for our last agenda i t e m ですね。はい。アジェンダ、すごく大事になりますね。アジェンダ。まあ、最近は日本でもね、アジェンダ、アジェンダって言ったりするんですけど、まあ、議事ですね、えー。最後にこの話し合いしてて、会議の中で話し合いしてて、最後に話し合うアイテムですよって言ってますね。で、The Company Cafe t e r i e ですね。そう、Company Cafe t e r i e について話しますと言ってます。 I'm happy to report that the renovation of the cafeteria will begin next month.Renovation ね、と言っていますね。新しくするわけですね。で、Renovation が next month に行われますよと言っているので、その Renovation というのは改装をよくすることですので、だから答えはこれっていうふうになりますね。で、Renovation すごく重要なんで説明しますね。 もともとの動詞にすると Renovate っていう形になります。Renovate っていうのはですね、ここにね、はい、見たことないですか ?Nova っていうのが入ってますけど、スーパーノァとかですね、超新星とかって言ったりするやつです Nova っていうのは新しいってやつですね。Nova、まあ、とかね、新しいっていう意味の形容詞ですけど、こいつです。で、これの名式が Renovation です。で、Re がついてるですね、階層は3つ覚えておかなきゃいけません。とにかく階層大好きなんで。 あワカメじゃないですよでこの「RE」がついているやつを3つ覚えなきゃいけません、えー、それがはい「Renovate, Refurbish, Remodel」ate, Ref ish, Rem っていうですねこの3つを覚えておいてください階層系ですねちょっとずつずれはあるんですけど として出て出くるので、それぞれの名式で、Renovation ですね。Renovation, Refurbishment, Remodeling っていうのが出てきますので,で、そこをちゃんと押さえておいてください。すごく重要です。まあ、特にこの単語難しいかもしれないですけどね。Remodel って日本語のリフォームに近いです。リフォームは正英語ですけど、こっちに近いです。 で、それがうまくいったと。で、here are the results of the employee cafeteria satisfaction survey. サーベイですね。これも押さえておいてください。日本だとですね、サーベイっていうとね、調査っていうふうに覚えるでしょ。 なんか調査って言うとどっか行ってさ調べる感じがするんですけど、普通サーベイって言った場合はクエスチオネアですねクエスチオネアっていう知らないですかねアンケートのことだと思ってください。ね、でアンケート調査ですどれだけ満足しているかですねエンプロイーがトピックで出る場合はアンケートですね絶対。These are the four categories which received an average score of three or less out of a maximum of five。だ五がベストだったんですねで五がベストだったんだけどそれで三以下のものですよって言ったですね。 取れなかったものなんですよ、これがね。で、since a lot of employees wanted faster wireless internet connection there, ね、そこでインターネットコネクション、速いのが欲しいって言ってるわけですね。では、速いインターネットが欲しいよって言ってるってことは、今はスローであるっていうやつですね。こういう言い換えよく出てきますよ。速くして欲しいってことは遅いだっていうですね。こういう言い換えは出ます。ちょっとね、D がややこしいよね。電波が悪い。電波が悪いとは言ってないですね。どっかのエリアで遅いところはあるって言ってるけど、 電波が弱いところがいくつかあるなんていうふうには言ってませんって。さああるっていう意味ですね。We've decided to install a better router ですね。router。ルーターってやつですね。ルーターって読んでもいいですけど、router、えー、って読む人も多いですね。最近はルーターも知らないって言われて、ルーター調べてください。<laughs> これだから大学で教えるときさ、プロバイダー知りません。ルーター知りませんって言われたらもう何も言えないんでそう、ネットは魔法のように使えるわけじゃないんですよ。ルーターっていうのがあって使えるんですよ。で、a n the dining area ですね。ダイニングエリア、食うとこ、食べるとこですね。 でそれ、新しいルートを入れると、we'll also expand the room to accommodate more people.Expand を広げるわけですね。X が外でパンドがこう膨らむ感じで、部屋を広げるよ。accommodate more people ですね。より多くの人たちを収容できるようにね。収容するっていう意味のアコモデイトです、えー。対応する、応対するみたいな意味も重要ですね。アコモデイトは両方重要です。で、名詞系の accommodations 宿泊施設っていうのもすごく重要になりますので知っておいてください。で、アコモデーションズ、アメリカ英語では S がつきます。イギリス英語が不可算名詞、アコモデーションっていうんですけど、宿泊施設っていうと、日本だとなんかホテルばっかり感じゃいますけど、ホテルだけじゃなくて、アパートとかですね、アパートメント、ね、っていうのもアコモデーションズと言い換えられるので気をつけてください。more people, 専門でより多くの人を収容できるようにすると。And o f f e r complete nutritional information. でこの栄養の情報ですね。栄養の n u t ニュートリショ Nutrition というのが栄養ですね。Uh, for the dishes we serve ですね。私たちがこう出す料理ですよ。このディッシュですね。皿じゃないですよ。Uh, regarding, regarding 何とかに関してっていう意味ですね。非常に重要です、えー。この何々に関してはめちゃくちゃよく問われますので、うんえー、知っておいてください、はいえー。他にもね、in regard to とかって出てきたりもしますこれも何とかに関して。あとは concerning とかっていうのもよく出題されます。 The item that e r アイテムダーレシーブダーロ s エスタディスファクション・レイティングスね、はい、この一番低かったとね点数が最も低かったアイテム。That's what I'd like you to talk about now. 今あなたとかあなたたちに話してもらいたいことですと言ってるので一番低かったのをしゃべるわけです。だから、はい、一番低かったのはそうですね。 フード a ラ i e ィーになりますので、B が正解っていうふうになるわけですね。だから、フードバラエティとは言ってくれてません。言ってないけれども、一番低いと言ってるから、あ、こいつが正解だっていうふうに分かんなきゃいけないわけですね。で、Please talk in pairs. ペアでしゃべってください。or group of three ですね。3人ずつのグループでしゃべってくださいというふうになっています。はい、どうだったでしょうかね。リスニングパートになりますね。だこういう言い換えっていうのを見抜かなきゃいけない。 そして、情報を照らし合わせなきゃいけないっていうのが厄介です。書いてあるものと聞いているものの情報を照らし合わせて答えを出すってやつですね。これはリーディングでも出てきますので、こういった心を持っとかなきゃいけないですよ。よし、照らし合わせるぞっていう気持ちになって必ず試験会場に行ってください。これはリーディングパートも同じです。はい、ということで、これでリスニングパートの基礎的な授業は終わりになります。次回からパート5に行きますね。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始まりましたただよりトイック講座ですね今回からいよいよリーディングパートに行きますねリーディングパートのパート5っていうところになりますねパート5はですね問題数が30問あって1問どれぐらいのペースで解けばいいっつったか覚えてますか 20秒ですね。平均20秒ですあの。もちろん簡単な問題も難しい問題もあるので、20秒以上かかっちゃう問題もあるだろうし、簡単な問題だったら20秒いらない、もう5秒で解けるとかっていうのも出てくるはずなので、そういったところを意識しながらやってみましょう。はい、それではまず1問目いきましょう。見てみますね。はい。b u o z a n Imports has many experienced staff members who can なんとか handle any problems that arise. で、quick, quickly, quick and quicker. ね、さあできましたかねそうこれはいわゆる20秒かからない5秒とかで解いてほしい問題です。えなぜならこれはですね品種語形問題と言われるやつだからですねえ品種語形問題というのはです、ね、問題数が非常に多くてしかも簡単なことが多いんですよ。 なんでトイックっていうのはね文法問題の中で最もよく出るのがこの品詞問題なんですね。えー、なので大学受験よりもこれが大事になります。これの勉強を確実にしてください。えー、そしてトイックっていうのはですね非常に長い一文中にいろんなものが入ってます。そして私も皆様に勉強になってほしいようにいろんなことをこれ入れてます。だからすごく「えー、何これ?」ってなるかもしれないんですが。 このですね選択肢を見てあこれが品詞語形の問題だって分かればそのポイントだけに集中すればいいですそこだけ見てさっと答えを出せばいいですわざわざ文の意味を一生懸命考える必要はありません答えになるヒントはここだっていうふうに解いてくださいはい今回ヒントになるのはもうここですね canhandle ですこれだけで答えが出すことができますね助動詞と動詞の間ですいいですねこれ間違いないでくださいこの handle 動詞です これを「ハンドル」とか言ってですね名詞とかっていうふうに思っちゃダメですそこがポイントですねでもしこれをね動詞だって気づかないと「あっキャン」「助動詞だ」は助動詞の後ろは動詞の原型だって言って「quick とかって選んじゃうんですよねダメです、はい、でこの助動詞と動詞の原型の間に入れるのは副詞です「quickly が正解になります、はい、なんでこれだけでいいんですよ「キャンクイックリー・ハンドっていうのだけで正解を選ぶことができます書いてくだますか はい、上動詞と動詞の原型の間には副詞が入りますさあじゃあそれぞれの品詞わかりますこれ「コイック」っていうのは何詞ですかそう基本は形容詞ですねで「こいっくリ」形容詞に「ly」がくっつくと副詞になります、はい、そして「コイックン」ですね形容詞とかに「en」くっつくと動詞になります、えー、知らないですか「ワイド」「広い」に「en」くっつくと「ワイド e ですね広くするっていう意味の場ですね えー、同じようにブロードにくっつけばブロードに広くする、ね、ショートにくっついてショートに短くするとかですね、えー、そういうふうになりますね、えー、でクイックカーこいつはあーなんか ER あるから人かなとかですね早い人みたいなんですね違いますクイックの比較球ですこれ比較球の ER がついていますはいこういうふうにですね語尾によってどういう品種になるかっていうのは知っといてくださいまあ一番よく出るのがこの LY ですね副詞です はい、だからまずきちんとですね品語尾を覚えますどういう語尾が何詞になるのかっていうのを覚えなきゃいけません。 でそいつらがどこの位置に入るのかっていうのを覚えておく必要がありますのでそれを意識してください,い,いですねだから名詞っていうのはここの位置に置かれますよ形容詞っていうのはこういう位置に置かれますよ副詞っていうのはこういう位置に置かれますよっていうのを覚えていってくださいだこの2つが大事ですまあそれはいろんな参考書にも載ってますしいろんな単語帳にも載ってますね、まあ、僕のだったりでもいっぱいありますけどいろんなものに載ってます別に私のじゃなくてもいい ですからそこを意識してくださいまずそれをできるようにするっていうのが大事になります、えー、品種の働きについては普通の英文法講座出てますので文系ってやつで出てますね名詞だったら主語になる目的語になる保護になるとかですね形容詞だったら名詞を修飾するとかって出てますので、えー、ぜひそこをチェックしといてくださいはいではですねこの文のですね出てる表現をきちんと確認していきたいと思いますね答えを出すときはいいんですよ一瞬で5秒であはいはい助動詞があって動詞来てるはいおしまい副詞で構わないです ね、この間に入れるのはこれだけっていうのでいいんですがで勉強する時はこういうですねトイックに出てくる表現いっぱい出てますからそれを役立ててくださいはいブサン・インポーツですねこれ会社名ですね会社の名前だから「インポーツ」って「S」ついてるのなんでこれ三人称単数になってんのって思ってるかもしれないこれ名前ですね名前だから三人称単数ですで「has many experienced staff members」ですねここが目的語になってますね これ結構重要です。まずは experience です。これがスタッフメンバーズにかかってますが、非常によく出ますね。そう、どういう意味ですかこれ、経験されたとか、経験したって意味ではありません。これ、経験豊富なってことですので、ご注意ください。非常によく出ますね。大学入試の問題だとあんま出てこないですけど、TOEIC だったら超品質ですね。韓国の方でなんか3回連続で出題されたことありますね。 で、スタッフメンバーです。スタッフっていうのは集合名詞です。全体を表します。一人一人をスタッフみたいな形で表すことはできません。一人一人を表す場合はスタッフメンバーっていう形になりますね。あ、スタッフメンバーって言います。あ、スタッフって言えないんですよ。だからですね。で、スタッフはスタッフ全体を表しますので、あ、スタッフメンバーとい言えばスタッフ一人。で、スタッフメンバーズって言えばスタッフの猫の人たちっていう意味になりますので、あとはね、硬い表現のスタッファーなんていう表現もありますね。 これも一人一人を数えるときに使いますね。あ、スタッファーとかスタッファーズっていうふうに言うことができます。で、経験豊かなメンバーがいますよ。Who can handle ですね。扱えるよ。any problems どんな問題でも。arise は生じるですね、えー。生じた問題っていうふうになってます。handle 扱うとかっていうのは非常によく出てきますから、もうね。deal with とか address っていうのはやりましたよね。言い換えとしてよく出てくるよっていうのはやりました。 はい続いての問題ですね。Need とかさあ、どうでしょう。さあ、できましたかね。はい。これね、今読もうと思ったんですけど、読んだらヒントになっちゃうから、だ <laughs> めなんですけど、さあ、これ、何詞が入りますかまず空欄には。そうですね。名詞が入るっていうのは、見抜けないといけないですよね。あがありますよね。監視のあがあるんだから、あの後ろに必ず名詞が来るはずですよね。 そう名詞が来るんだからこの ER で終わってるやつは基本形容詞になりますから形容詞が就職する形容詞が就職するやつは名詞漢詞の後ろには名詞が来なきゃいけないねそうこういう基本的なやつですけどこういう基本的なのが出るんですよ、ね、でだから名詞が入るっていうのは分かったさあじゃあどれだまず名詞にならないパンメレットは無理ですねこれ ED ついてますから ね、動詞のパーメット、許すのやつですね。はい。で、それに対してですね、ああ、もう分かったよ。パーミッションでしょってですね、えー、許可でしょこれ ION で終わるやつって基本名詞じゃんって言って飛びついてさようならって問題です。厄介ですねそう。そういう問題が出てくるので気をつけなきゃいけません。えー、なんでパーメット、パーメットって動詞でしょ許すって。確かにその意味ありますね。でも、パーメットって言った場合、これは名詞に変わります。ね、パーメットは許すなんですが、パーメットは 許可証って意味になりますねえーってなるわけですねだ特別な許可か特別な許可証ってきてええー、どっちなのってなるんですが permission は基本的には数えられない名詞ですそれに対して permit は数えられる名詞なんであがついてるから答えは permit なわけですねこれが複数形になっちゃいますからねこれね p e r m i t ね ああと両方つくななんてありえいいわけでで、ね、ですすうううすねねそうううこに昔のトイックはですね名詞とか形容詞副詞って分かってればもう一瞬で解けるって問題が多かったんですが最近名詞が2つあるとかっていうのもよくあるんですよ。でその中からどっちかなって選ばなきゃいけないって問題も出題されるようになったのでちょっとレベルが上がっています。ななんんでそこは気をつけけいいといけません はい、では見ていきますね。Employ ees, employees 大エンプロイヤーっていうのが雇う側、e エンプロイ e っていうのが雇われる側です。Employees need a special なんとかっていって、特別な許可証が必要ですよ。in addition to、重要ですね。なんとかに加えてっていう前置。ね、in addition to a s はセキュリティバッジですから、はい、セキュリティバッジに加えて特別な許可証が必要ですよって言います。 to access the storage rooms access、ね、ストアっていうのは何かを貯めておくことですね何かを貯蓄するすだからそうですお店のストアっていうのはいろんなものが在庫として貯蓄されてる場所だからうんですよね、こういったものが置いてあるそういった部屋ですね倉庫みたいなところですにアクセスするまあアクセスはですね アクセスっていうアクセントっていう風になるんですが最近アクセスって発音する人も多い、ね、倉庫に入るためにはってことですね倉庫にアクセスするためにはセキュリティバッジプラス許可証が必要ですよっていう意味です、はい、やっぱりねこのよく問われる場所っていうのがねあるのでこの位置ね覚えとかなきゃいけないっていうので、えー、例えば 何ででもいいです A very special day でもいいし、A very cute girl でもいいです。何でもいいから、こういうフレーズを1個覚えておいてください。今、まあ、my とかもですね、my very special day とかって、ここに監詞とか所有格ってやつですね、ここね。で、very っていうのが副詞、special が形容詞。で、day が 名詞っていう,ふうになります、ね、で副詞っていうのは名詞以外を修飾しますで形容詞っていうのが名詞を修飾するっていうこういう働きですねこういうのを何でもいいです皆さん好きなフレーズで1個覚えといてああそうか漢詞とか所有格っていうのはここの位置に入るもちろんベリーがない時だってありますねアスペシャルデイっていうこともできるしアデイっていうふうに言えることもできますよね でもこういうふうに「A、Very Special Day」って覚えておけばあ副詞が形容詞を修飾してて形容詞が名詞を修飾してるこういう、ね、具体例をです、ね、覚えておくといいですね。でそれぞれここが空欄になったらあ名刺を入れるんだってなるしここが空欄になったら形容詞が入るはずだあここが空欄になったらえ副詞が入るはずだとかですねあここだったら漢詞とか書類とかここは空欄になってよく出てくるのでそういうのは覚えておかないといけないです。 他にもさっきやったように上動詞があって副詞があって動詞が入るっていうやつがあったりとかまああんまりこれは出てこないですけどね「he's currently sleeping」みたいな形でここまた副詞が問われたりとか過去分詞みたいな形で出てきたりすることもありますね。 で、形容詞とかっていう形で出てくることもありますね。まあ、いっぱいありますね。The building was recently built。とかね最近建てられましたとかね。Ken is very happy とかでもいいですけど、そういう形でここ福祉を入れなきゃいけないとかっていうふうになったりとか。We have already completed the task とかね。タスクをすでに終わらせましたみたいな形で出ることもあります。 これがよくあるパターンですね。まあ、これが今回の1問目によくあるパターンで、ここが空いてて、あ、やっぱりこれだっていうふうになった。ね、なんで、こういうのも出てくるし、あとは多いのは、We are focusing mainly on 何々とか、えー、ここに。 注目していますね、まあ、カスタマーサティスファクションでもいいですけど、えー、そういったところにメインは注目していますっていう形でフォーカスオンっていうのはしてますね注目するとか集中するとかっていうねやつですがそういったものの間に入ってるっていね、えー、こういうの見づらいので、えー、結構間違っちゃったりすることもあるんですけども、はい、こういったパターンっていうのがあるわけですね。 具体例とともにこういったパターンっていうのを頭に入れておくと結構トイックでできた時に「ああこの位置が空欄なんだからあこれ絶対福祉が入るはずだ」とかって分かったりすることがありますので、はい、こういうのを参考にしてね問題解いてみたりですね模試やってみたりとか参考書、ね、文法のやつとかやってみたりするとあもちろんトイックですでしょトイック向けのやつやってみて「ああそういうことなんだ」って分かることは多いと思いますので是非、はい、参考にしてみてください。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします ただ始まりました。ただいトイック講座パート5の2回目になりますね。さあ、前回はですね、品種合計問題っていうのをやりました。それが最も大事ですから、きちんと勉強してほしいんですが、今回はまた別の形式やりましょう。さあ、いきますね。今回の問題に行きましょう。ASCOM LLC is a market research firm that なんとか surveys to help retailers improve sales ですね。で、questions, concludes, conducts, inquires。さあ、 それでは、Ascom LLC ですね。LLC なんて、まあ、あんま使わないよね。Limited Liability Company ですか、有限会社。日本ってもう有限会社作れないね i t s a market research firm ですね。A m a r k のリサーチをする会社、ファームが重要ですね。A、research っていう表現ですね。 名詞の場合にリサーチって発音する人とリサーチって発音する人が分かれますね。最近どうしてもでもリサーチって聞いてありまするようになってきたな。と、that なんとかサービス to help retailers improve sales って書いてあって、はい、よいしょ。こういう会社です。で、questions c o n c l o s e まあ全部動詞が並んでますね。これ同じ品種が並んでるやつです。そういう風に 同じ品種が並ぶやつのことを語意問題と言いますで語彙問題の方が前回やった品種合計問題よりも厄介です難しいことが多いで今回はまあ一応最初から読んでいきましたけど本番の場合は別に読んでいかなくても、まあ、今回はねこれぐらいなんでマーケットリサーチファームぐらいなんでパーさーっと読めちゃうと思うんですが。 えまずですね、周りの語句との相性ですね、コロケーションと言いますけど、コロケーションを考えます。それで、スパッと解くことができるものが多いからですね。え今回はサーベイズときています。サーベイやったような気がする。覚えてますかそう、アンケート調査ですね。アンケート調査に疑問を呈する。アンケート調査を終わらせる。アンケート調査をコンダクトする。えー、アンケート調査問い合わせ。うーん <laughs> そうですね、えー、だから一番サーベイと相性がいいのは、コンダクスですね、えー。これをするです。コンダクトリサーチとか、リサーチね、あの、深さ名詞で使いますから、コンダクトリサーチとか、コンダク m ミーティングなんていうのもできますね。ミーティングをするとかってね、ミーティングを開くみたいなので出てきたりとかもする。えー、トイックに非常によく出てくる表現です。えっと、なので、アンケート調査をします。retailer ってわかりますか あ,あ、そうそう、小売りってなりますね、小売り店。で、小売り店なんてわからないですね。何ですか、冷たいアイスを売ってるところですか。違いますね、小売りじゃあり小売店ですが、え小売り店っていうのはですね、えまあテイオって書いてあって切るってやつですね。それから普通のお店のことだと思ってください。まずですね、ストアとかショップのことだと思ってください。 小売店に対して卸売っていうのがあるんですがホールセイラーとかって言いますが卸売を最近は知らないんですよ。<laughs> 授業をしてても卸売って何ですかって言われちゃうので卸売って何ですか大根とかこうやって売ってるんですか違います、ね。卸売っていうのはですね小売店にショップとかストアに何かこうね 売るまあおろすって言うんですけどそういうのをねお店で服とかってあるじゃないですか、まあ、当たり前ですね服を卸売業者はですね服の製造業者があってマニファクチャーがあってあそうマニファクチャーもめんどくさいんでねマニファクチャーって言うとですねなんか製造業者っていうと工場をあなたたちね思い浮かべちゃう人いいですけどマニファクチャーってメーカーだと思ってください何でもいいですよナイキでも何でもグーグルだってそうですね 何か作ってるじゃんそしたら作ってたらそうマニファクチャーなんですけどでそのマニファクチャーから直接お店にね届くのってあんまないんですよ、ね、直売してることってあんまなくて間に卸売店っていうのを挟むんですねで卸売店はホールセーラーなんで全部を売るんですよまとめて売ってくるそうですねお店が何かを仕入れるときに服1着だけ仕入れるってことはあんまないですねだこの服でもいいですけど服を10着とかですね仕入れるわけですよ でそこが小売りされれるる。んですね。ちっちっゃく売られる、ね、全体がやってきたのはテイル切る」ですから,ほらまた切るっていう意味だねこれねだからそこが切られて1個ずつ分かれて売られるっていうことですそうでしょあなた小売店に行って同じ服10枚くださいとかってねやるわけないですねそう全部を買うそれ大人買いとかっていうやつですけどそ,そんなふうに買うことはないですよねそうだから細かく買うだから普通のお店のことだと思ってください1着1着買う1個1個買うっていうのは普通のお店ですはい。 でまあ、テイオっていうのはそういうふうにね、切る。まあ、服を切るでさあ、あ、服を切るじゃないですか。ね、仕立て屋さんテイラーなんていうのもね。 え知ってるといいいるとかもしれないです,、ね、服を着るですでそこの仕立て屋さんっていうのはあなたに合わせてくれるわけですからその商品とかを合わせてくれるっていうのはねカスタマイズの意味で動詞で登場することもありますトイックではお気をつけくださいね。でそういった小売店の人たちがセールスをより良くするのを助けてくれる手伝ってくれるってやつですねヘルプなんとか原型っていう形ですねこれも出題されることあるのでトイック知っておいてください。だからそこのセセーールルススををよよりり良良くくする、ね、小売店が のを助けるためにサーベイですねでこのアンケート調査を実施してくれる会社ですというのをぴったりですコンダクトが正解だっていうのが分かりますねでまあクエスチョンズとかねこれは名詞が有名ですけどこういうふうに動詞で使うこともあるんですよ結構多くのものがね動詞名詞両方持ってるなんていうのはあるので気をつけてくださいははいいっていうのは 何かを求めることですね。だから質問ですね。require、要求するとかね。request とか、question とかね、えー。あれらと仲間になりますね。<noise> はい、次いきますね。g a r s h i r e Manufacturing Incorporated is anticipating なんとか growth in sales over the next three months.advanced, substantial, considerate, insightful. っていうふうにですね。さあ、どれでしょうか。はい。えー、今回何詞が並んでいるかわかりますか そう形容詞ですね、まあ、いろいろ過去分詞ってやつですけど過去分詞も形容詞になってるものいっぱいありますので,、はい、で今回後ろに来てるのは growth っていうです、ね、成長ですすね成長形容詞は後ろの名詞を修飾することできますよねだから成長と相性がいいあ o グロスって不可算名詞で基本使いますのでお気をつけください、はい、成長と相性がいいのはまあインサイトとはさすがに違うよねこのね インサイトの中を見るみたいなやつですね。えー、これは違うってわかりますよね。あ、まあ、単語知らないとわかんないかもしれないけど。アドバンスと進んだ成長、なんか言えそう。違いますね。言えません。アドバンスとテクノロジーとかだったりですけど。で、ここでですね。サブスタンシャル、えー、サブスタンシャル、実質的な、と、実質的な成長。ややこしいやつなんですけど。はい、答えはサブスタンシャルです。はい、これが正解ですね。サブスタンシャル、実質的なと覚えちゃうんですね。サブスタンスとかで、ね、物質とかってあるんで、えー。それで覚えるんですけど、えー、トイックではそうやって覚えない。 えトイックで出てくる場合はこれらが3つ同じだと思ってください仲間だと思ってください、ね、あ大学受験でもちなみに3つが同じ仲間だって覚えた方がいいですよ結構参考書とかの間違った役になってるんですよこいつらねなぜならこいつがだから実質的なとかこっちが重要なでこれがかなりのって覚えるんですよえこいつはみんな量とか数とか差とかが大きいってい意味ですね 多いとか大きいっていう意味だと思ってください。だからこれすごい成長が大きいってことですね。大きな成長っていう意味です。だから別にまあかなり度で覚えてもいいんですけど、かなりの成長っていう意味だと思ってください。だから substantial growth とか substantial increase なんですよね。えー、すごく増えるとかっていう時にも使います、あ。significant increase 同じですよ。considerable increase っていうのは全て同じような意味だと思ってください。そうだから日本語訳が謎な。 キャラクターです。これですね、えー。気をつけないといけません。似たような意味だと思ってください。はい、ではこれ引っ掛けでしょ ?Considerate っていうのは、態度ンド、優しいのことですよ。ね、こいつは、ね、気にかける、ね、考慮、考慮ですね。考慮すべき、ね、量であるっていう意味ですね。考慮すべき成長であるっていう意味ですね。だからかなり、ね。Considerable amount かなりの量っていうのは考慮すべきぐらいすごい量なんだよって言いません、ね、considerate っていうのは相手のことをケアしてあげる相手のことを考えてあげるっていう意味です。You're so considerate、ね、とか It is considerate of you とかですねあなたねすごく親切ですねとかっていうふうに使う表現です。なのでこれを使った引っ掛けですね引っかからないように気をつけてください。はい、ということでトイックではですねこういったあ 量とか。まあ、トイ上がる、下がる。Rise とか Fall とかね。そいつらとよく出てきますので、この3つね。きちんと押さえておいてください。はい。で、Garcia Manufacturing Incorporated。あ、インコー p o イテ t e っていうのが何々社っていう意味です。トイックではなぜかこうですね。ピリオド打って、さらにカンマ打ってきます。なぜだかよくわかりませんが。この会社は Anticipating これを予想してますよ。Expect、まあ、なんかと同じような意味ですが。はい。成長を予期しています。ものすごい成長を In sales 売上げの点でってことですね。だから売上げがめっちゃ上がると思う。 てる。え、over the next three months ね。この三ヶ月でって意味です。over the next three months ね。この三ヶ月でって意味ですね。三ヶ月間、三ヶ月でっていう意味です。はい、これ過去の表現にもよく出てきます。over the last three months とかっていうのも出てきますので、一応やっときますか。これですね。m o n t h とか、まあ days とか weeks でもいいんですよ。 まあ、years が多いかな、出てくるのは。とこと、えー、この3年間とかっていう、ここ3年間とか、ここ3ヶ月間、ここ3日間とかっていうので、えー、出てくるわけですね。over the last three days, over the last three months, over the last three years とかっていうし、over the past three days とも言えるし、for the last three days とも言えるし、for the past three days とも言え,も言えますね。厄介です。で、こいつトイックで出てくるときに気をつけなきゃいけないのは、時制の問題で出てきた場合に、 過去形じゃなくて完了形を選ばなきゃいけないって問題が出てくることがあるのでえ気をつけないといけません。ここ3ヶ月間、ここ3年間とかって出てきたときにえ、まあ、よく日本語だと過去3年間とかって訳されるんですよ。なんで過去形を選びたくなっちゃうわけですね。The sales increased for the last three months とかって入れたくなっちゃうんですけどえ現在完了形を選ばなきゃいけないんですよ。The sales have っていうふうにしないといけないですね。The sales have increased over the last three months みたいな形で こいつらラストやパストって過去っぽいキャラクターがついてるのに官僚系を選ばなきゃいけないっていうのが出題されることがあるので気をつけてください過去系じゃなくて現在官僚入れなきゃっていう問題が過去何回も出題されてますのでこういった知識も絶対に覚えておいてください。 という形ですね基本的にはこういった語彙問題っていうのは5と5の相性です。さっきは動詞と名詞の相性のコロケーションでしたね。今回は形容詞と名詞の相性コロケーションってやつです。でそのコロケーションでやっても答えが出ない複数答えが可能性としてありえるなっていう場合は全体の文脈で解いてください。うん、まずほとんどはコロケーションで解けますから。で前回やって た品詞語形問題っていうのは空欄の位置さえ分かっていればあこの品詞が入るからこれが正解だパッパッパって解けるとでそれに対して語彙問題っていうのは読まなきゃいけないから結構厄介だよって言われるんだけどコロケーションで解ける問題はわざわざ全部を読まなくてもいいですその答えに関係ある箇所だけ見抜いてスパスパスパッと解いて進めばいいですでそれでやってもわかんない場合はきちんと全部読んで意味を考えて選択すれば OK です はい、次回回は最後の回になります、はい、でまた2問扱いましてその後はですねぜひテキスト使ってですね、はい、自分で勉強してみてくださいはいこんな感じでトイックに出てくるものっていうのは、ね、違うんだよ、ねまあ、実際は出てるんだけども違った意味で覚えてるものが多いよとか実はコロケーションっていうのは意識しなきゃいけないんだよとかってね、はい、トイック特有のものがあるってことが分かってもらえたんじゃないかなと思います、はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします 問題が始まりました。タダビトイック講座パートファイブの最後ね、三回目になりますので、では行きましょう。はい、それでは見てみますね。さあ、今回の問題ですね。Mr. Francis, the new marketing manager, worked hard to complete the project. なんとか。He, him, his, himself。やってますね。さあ。 できましたかねまあこういう問題ですね、まあ、3秒とかで,ですね解いてほしい問題なんですけどさあ選択肢見てどうですすかかわりますねそうですこれね代名詞の「角」っていうのが並んでいますね。えー、なんできちんとこれは知っておいてください毎回必ず出てきますので、えー、確実に押さえたい問題なんですよ。そう毎回必ず出てきてき 一番簡単なことが多いのがこの格の問題なんですね。なんで確実に覚えとかなきゃいけないんですかまあ格ってなんだって言いますね。まあ格詞とかって言われる知ってますこの言葉？え、え詞誘惑ですか？あ、分かんないか難しい。<laughs> えー、その格子じゃないですよ。英語で言うとケースです。ケースってわかりますね。そうだ箱です。だから、まあ主格って言われるのはわかりますね。主格っていうのは主語の位置ですね。この主語の箱って意味です。 目目的的いうのは目的語のは語箱っていう意味です所有格っていうのは何かを持ってるよっていうのを表す箱っていうふうに言われるんですがさあそれぞれどうですか知ってますこれはい「ヒ」はそうそう主格「ヒム」は目的格「ヒズ」は所有格もしくは所有代名詞、ね、所有代名詞っていうのを知らないと私のものってやつですよ、ね、それと同じねは 再起代名詞でですすねねうわーみたいです、ね、まあ名前自体はそこまで知らなくてもいいですけどでこうやつらちゃんと知っていますか曖昧になってないですか曖昧まいみまいがが、ね、なってる人が多いですね。あいまいみまいとかってやるんですが、曖昧まいみまいマイセルフぐらいまでは知ってるよってことですね。そうしたが、あい、これがまいにあったらですね。まい、で、み、これまいのやつも持ってますからね、ひズね。えー、これしてね。で、ひむセルフってやつです。はい。 ででで今回すすねもう一発なんですよもう文末に出てきたらもうほぼこいつが正解になることが多いんですけどえさあどれが正解だかわかります、はい、フランシスさんですね新しいマーケティングマネージャーとこれまあ同格ってやつですけど説明がされてますね。でっていうのが一生懸命働いてますよプロジェクトをこうするって言っててこれ全部もう揃ってるんですよ文に出てくるキャラクターがこれだけで全部成立します。 その新しいマーケティングマネージャーの人は一生懸命働いているプロジェクトを終わらせるためにってきていて,て、えー、これ全部成立しているので新たに名刺を置くことできないんですよええー、大名刺並んでいるのに名刺を置くことできないってどういうことですかなんですが実はですね副詞を置くことだったらできるんですね選択肢の中に副詞になれるやつが一匹だけいるんですよ知ってます知らないですねそう副詞になれるのはヒムセオフだけなんですね その何々セルフっていうのはですね福祉になることができるんですよだこれを確実に押さえておいてください、ね、これ出てきた時にすごいよく出るんですよすごいよく出るんだけどこの知識がないと解けないので、ね、必ず押さえておいてください一人でプロジェクトを終わらせようと一生懸命働いたよってことですが「えバイ」をつけても構いません「うん、バイ・ヘム・ e l フ」っていう形でやっても構いません ね、ただこの場合がもうなくてそのまま「himself」だけで副詞っていうのもよく出てくるので確実に押さえておかなきゃいけません一番よく出るのは所有格です、えー、大丈夫ですね何でもいいですね his desk でもいいですし his wife でも何でもいいですけど名刺の前に置かれるってですねこれ所有格ですところって書いてありますけど 監視と同じ位置に置かれるですね。これが最もよく出るし、最も簡単です。で、次によく出るのがこいつです。この by1 セルフだったりとか、そのまま福祉単体でっていうのでよく出題されます。その後が主格かな。出てくる。あんまり出ないけど、こいつらは主格とか目的格というのはあまり出題されません。よく出るのがこの2つっていうので、確実に押さえておいてくださいね。これが最も簡単なんですが。 特殊の役割があるよっていうのを知らないとせっかく取れるところなのに問題を落としちゃいますからこれは確実に覚えておいてくださいはいそして次これも毎回出るトピックなので確実にできるようにしましょう、はい、Pine Electronics Sales Figures are expected to increase this quarter なんとか the popularity of its new Exa Smartphone っていうふうに言われてますね So that because Once given いかかはい、できましたかね。ええー、こうやつ必ず出題されるトピックになるんですけれども、さあこの選択肢にですね何が並んでいるかなんですが、何詞並んでます？お、接続詞と前置詞。まあ、時に副詞も混ざっていることがあるので。 こうやってやっっててきますねこう接続詞対前置詞っていうのは必ず出ます絶対に出題されるポイントなので押さえとかなきゃいけませんさあそれぞれどれですかどれが接続詞どれが前置詞だか分かりますかちなみに大丈夫ですね接続詞っていうのは後ろに主語動詞をとります前置詞っていうのは後ろに名詞をとりますねそこをちゃんと押さえておいてくださいねはいそうだとはどっち接続詞の方ですね、はい、Because は接続詞です大丈夫ですね あの「Because of」ってなったら前置詞ですけどね。Once は「Once」は接続詞なんですよこいつ。まあ副詞の役割もあるので一応「ふ」とも入れておきますが「義分」は、えー、何過去分詞じゃないですか。「義分」は前置詞です。知ってました?「義分」は前置詞何とかを考慮するとって意味ですよ。これは知らなかったですね。トイックに出てくるし難関大学でも取材されますが。さあ今回空欄にはい何詞が入ります後ろ見てごらんなさいはい。 the popularity っていう名詞が来ててで、o f its new exa smartphone ですね。new exa smartphone の人気って来てて、後ろに動詞はいませんね。SV 来てないから接続詞は入れられないです。で、さらに後ろに名詞がいますから、この名詞を支える前置詞が必要ですから、答えは given になるってわけなんですね。 はい、Given the popularity ですね。人気を考慮するとっていうんですね。Pine Electronics の Sales Figures っていうのは Sales Figure ってわかりますこれ Number の意味ですね。数ですから。はい、売り上げっていうのが Be expected to これよく出ますね。B expected e to do ですね。こうすると期待されてる。予期されてるってやつね。え上がると期待されてるよえ。この四半期、クォーター四半期ですね。この This なんとかって言った場合、副詞になれますからね。This month とか This year って言った場合ね。 で上がると期待されているよこの四半期ではこれを考慮するとねって言ってますねでその会社の新しいイグザスマートフォンの人気を考慮するとねっていうそういう意味になりますはいえそうだったらどういう意味ですかそうそうそうためにって思えるんですけど日本語がねためにって2つあるのでそうためにわかります私合格するためにやりますよっていうのもあるし。 交通事故のために遅れました悪天候のために遅れましたっていうですね日本語はややこしいんですよそのせいでこれ間違う人がすごく多いんですけど「そうざっと」っていうのは「僕がこうできるためにね」とかね「あなたがこうできるためにね」っていう意味ですのでそうだから「そうざっと」 S, S, can, V の形で覚えておいた方がいいですね。大学受験だったらいろんな形が出ますけど、TOEIC では基本的には can が入ってくれます。So that we can go home とかね、家に帰るようにできるためにとかですね。そういう風にこうすることができるようにするためにっていう風に覚えておくといいと思いますね。So that we can hold the meeting とかね、ミーティングができるためにとかですね。 で、because は理由だから違いますね。で、once っていうのは一旦何々するとっていう接続詞がありますので、きちんとそういう意味もあるんだなっていうふうに覚えておいてください。once we finish it、ね。はい、それ一旦終わらせたらみたいな形で使うことができます。で、こういうキャラもいるんだなっていうのを忘れないでください。そして、厄介なのがそうですね、疑問ですね。こういうやつは知らないといけないので、ちゃんとやっておきます。 だから先ほど言ったように「義分」は全知詞で使えるので「義分名詞」「義分 the popularity」っていうことができます。えー、似たような表現言い換えられますこれ。「considering」っていうことができますね。こいつはらほら過去分子で「ing」で「現在分子」っていう形なんですがもうほとんど。 前置詞として使うことの方が多いので、えー、だからもう前置詞で載ってます普通辞書にはだから「自分 p ポピュラリティ」ですねその人気を考慮すると「considering the popularity」っていうふうに使いますで後ろにざっと SV を置くこともできますねだから接続詞として使うこともできますはいなんでこれは忘れないでくださいでザッとは省略されることはほぼないですよ 硬い表現なんで書くときに使うやつなんで硬い表現って省略されること少ないので。 Popular. とかっていう風に SV が続くこともありますのでそれをお伝えてください considering that the phone is popular みたいな形で使うことができますので考慮するとっていう表現ですね。だトイックに出てくる表現ってですねやっぱあるんですよ難しい。だ大学入試だとこれすごいレベルの高いものになるんですけどトイックだと普通に出てきますね。同じように provided that とかっていうのも非常によく出てきますね。これももし何とかだったらみたいな感じになりますね。だ気をつけてください。provided that the phone is popular だったらそのフォーンっていうのがもし人気があったらねみたいな形ですねなるんで気をつけてください。だから結構ですね、日本の本見てると間違ってて、given と provide が同じ意味だって書いてある参考書が結構あるんですよ。 まあ確かに与える、ね、過去文字に似てますよね与えられた、与えられたみたいで似ているんですけど意味全然違いますから間違いないですねこれは考慮するというこっちは、えー、もし何とかだったら,ですだから参考書の中にはもしって書いてあるので義務がそういった意味にはなりませんので、えー、お気をつけくださいそういいった違いがあります、はい、でこういったです、ね、接続したい前置というのは必ず出題されるので、えー、絶対に押さえておかなければいけません。 ね、昔はねもっと簡単なんですね確実に出るやつとかってあったんですよボース A&B とかさ「イーダー a orB ミーダー a n o b とかですね、えー、絶対に出てたんですけどそれ絶対に出ると限らなくなっちゃったんで基礎英文法講座でもいずれやるですね「仮定法現在」とかっていうのね出てたんですけど「プロポーズ・ザット・ SV 原型」とかね、えー、その原型を入れる問題っていうのが昔は必ず出題されてたんですがもうほぼほぼ出てこないですね。 っていうふうに問われる文法事項っていうのにはハイスタりがあったりするのでえ、きちんと押さえておかなきゃいけません。なんでえ今回やったやつはまあ超品質のものですね。必ず問われる文法事項、代名詞の格と前置詞と接続詞っていうのをやりました。で、だは3回に分けてやってきたんですが、最初が一番よく出る品詞問題。さらには一番よく出るんだけどすごく取りやすいと点を取りやすい、早く解けるし確実に正解しやすい。つまりまあ点が取りやすいコスパが一番いいっていうのを やりましたそしてちょっとレベルが高いものが出題されることがある合意問題ですねでも合意問題も100%出てくるし問題数が多いのでこの2つでほとんどになるのでだから優先的にやらなきゃいけない品詞が一番優先そして合意問題は出るけど、まあ、難しかったら諦めてください。 ねえー、ただ語彙問題の解き方っていうのも文を全部分かって解くって問題もあるんだけども基本はコロケーションで解くんだってやりました、えー、そして今回やった文法問題ですね文法問題いろいろ出ます、えー、当然受け身だったりとか、えー、時制だったりとかそういうものも出題されるんですが、えー、まずは格の問題と、ね、接続詞 VS 前置っていうのは確実に取れるようにしてください。この2つはレベルが 低いことが多いので、えー、取りもんなんですよ。必ず出てくるしね。はいといった形でこれらを優先して勉強するのがまずは選決だと思ってください。はいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ワード始まりました。たどりトイック講座ですね。パート6までやってまいりましたね。 はいいいよいよですねやってきましたまあ皆さんここが得意だって人とね苦手だっていう人が分かれるところなんですけどもパート5はね一文中に空欄があったやつなんですがパート6は文章中に空欄がある問題になりますのでまあ、ちょっとね厄介なやつもあるのでではやってみましょう。はいちょっとね字が小さいですけども1文に対してどれだけの時間が取れるってたか覚えてます そそうそう,そう30秒ですねだから30秒あるのって2分なんですよなんで皆様はですねぜひ2分間ですね、えー、動画止めて実際に問題を解いてみてください、はい、では解説の方はやっちゃいますね時間ないですから参考書を持ってる方ですね、えー、朝日新聞出版の、ねえー、申し特急持ってる方はその申し特急でやっていただきでこういうふうに文章が出てくるわけなんですがまあ気づくと思いますが そうですねこれね普通のなんか穴埋めっぽいなって思うんですがほらここ「文」ありますよね「文挿入問題」っていうのが出てきますので、えー、これが非常に面倒くさいのでお気をつけください。でまあ見ますが、まあ、ここねあんまり見なくてもいい時も <laughs> 多いんですけどまあ同じドメインなのかなって、ね、この「GOBUK」って書いてあるから。 同僚かなんかなのかなっていうふうに分かるんですけどデートが The 10th of April ですね、まあ、当然私の誕生日が書いてあるわけでで Re このですね Re っていうのは、まあ、Regarding だって思ってるネイティブが多いですけどこれはラテン語で Re っていうんですけどこれなんとかについてっていうんですねで Questionnaire っていうアンケートについてっていうふうに書いてありますではいア n って書いてあるからアナに向かって書いてるわけですねこのデリックさんが書いてるっていうのは分かります じゃあ実際解いていこうと思います。Our library, なんとかマネー、so that we can add more selections to our collection. って書いてます、ね、で、まあ、そうだと、前回のパート5のところでやりましたけど、これができるためにねっていう意味です。目的を表すってやつですが、CAN と一緒に使われて、o イ i クでは出てくるよって言んですね。私たちがもっとセレクション s を増やす。まあ、だ本のことですね。本のセレクションを加えられるよ。で、Ad A to B とかって言われるやつですね。私たちのコレクションに加えられる。 加えることができるようにお金をどうしたのかはいお金あ知らないですかレイズマニーって集めるって意味ですね集めるのレイズですお金を集めるのレイズは知っておいてくださいトイックでは来そうですだから集めているのか今ね まあいつもやってることなのか現在形、IsRaising が集めている最中なのか、hasRaised 既に集めたのか、それと will have, まあ will have、ね、さすがに未来完了ですね、未来の完了を表す印はどこにもないので、無理ですが、ABC のまあどれかなんだなっていうのは分かります。で、これが文脈自制問題と呼ばれるやつです。文脈で判断しないといとけません これが厄介なんですよ。パート6っていうのは必ず文脈で判断しなければならない問題が出てきます。パート5っていうのも一文ですから、文脈もヘったくれもないわけですけど、パート6っていうのは文章なので、この文脈を使って出すっていう問題が出てきます。だから一文見ただけでは判断できないわけですよ、答えが。だから他の文と照らし合わせて答えを出すって問題が出るわけです。As you know, 知っての通り、The amount of money collected exceeded our expectations ね。集めたお金。あ、そうですね。過去分子って でね後ろからかかることもできますのでまあ、全部じゃないんだけどねそう,そういうこともあります。高知就職っていうのは実はあります。集めたお金あなたが知っているようにご存知のように集めたお金はこれを超えましたよエクスイード。Our 期待を超えました予期してたものを超えたよって書いてあるのでもうすでにお金は集めてるんですよ。じゃすでにしたことだから答えは C の r a レイ e d だってわかるわけですね。 はい。というふうに、ここを使って解いたわけですね。文脈を使って解いた問題になります。これ厄介ですので気をつけてください。前にね、文脈がある場合っていうのは、スッと解けることが多いんですよ。読みながら解いていけばいいんですから。後ろに答えの頻度がある場合は、戻んなきゃいけないでしょ。だからすごくめんどくさいことがある。ねご注意ください。で、期待を超えたと。Now, there is more than 4,000 pounds。ね。はい。4,000ポンドを超えてると。Which can be none、er、o the things other than new books. ね。新しい 資本以外ですね Ad に何とかって書いてあるわけですがはい動詞が並ぶんですね saved allocated preserved i m p o r t e d っていう風になっててえー、なんか意味的にそのお金だから4000ポンド超えしてるからそのお金はセーブされるかなとかって思っちゃうんですがここに2がいることに気づかないといけないですねこれと相性がいいのは B の allocate ですこれは アロケイト A to B ですね。A を B に割り当てるという意味です。で、それの受け身になっているので、which can be、この A が前ですね。だそのお金ですよ。お金が can be allocated to B ですね。新しい本以外のものにこう割り当てることができますよっていうふうに書いてるわけですね。はい。でセーブできる。preserve、取っておくっていう、まあ意味は保存するとかですけどね。はい、で、imports、まあ貸すっていうやつですが、 あ大丈夫この貸すやろうとかじゃないですよ。Imports A on B ですね、はい。A を B に貸すってやつね。まあほとんどの場合、Tax とかですけどね。で、I would like you to conduct a questionnaire for library patrons regarding how the money should be used to improve our library. という風に書いてるね、はい。で、私はあなたにこれしてほしいよ。I want you to と思うんですね。 コンダクター・エスチュネーですね。前回でした前々回だっけコンダクター・サーベイっていうのをやりましたけど、はい、アンケートをやってほしいよ。for library patrons ね。パトロンって,ンっていうのが、まあ、非行き客とかって言われますけど、普通に library patron っていうので、セットフレーズでよく出てきますから、図書館の利用客です。利用客のこのアンケートやってほしいよ。regarding、はい、何とかについてっていう前置です。これも絶対知らなきゃいけません。 やったっけこれも regarding concerning とかって言い換えられたり in regard to とかっていうふうにも言い換えられますトイックで全部品質ですでお金がどういうふうに使われるべきかですね should be used これ大丈夫ですね be used to ing で慣れているじゃないんですかじゃない違う違うそれじゃないために使われるです、ねはい、私たちのライブラリーをより良くするためにどうやってそのお金が使われたらいいのか っていうことに関して、このクエスチョンやアンケートやってほしいよって言ってます。で、I would like to discuss ね、これについて話したい。ちょっと一個同にしちゃいますね。このトピックについて話したいよ。次のバジェット予算の何とかでって言いますね。で、バジェットだけだったら言えるバジェットプロポーザルですね。予算案とかって言えるし、バジェットチェンジ予算の変更とかですね。バジェットドラフトですね。ドラフト総案とかって言うんですね。 バジェットミーティングです、ね、予算会議って言えるんだけどまあ「@」っていうのもヒントになるし「喋りたい」って書いてあるからあ喋るんだからミーティングだな会議だなっていうのは分かりますね。これは、まあ、ここの文の一文だけでも解くことはできますよね。コロケーション的には全部当てはまっちゃうからコロケーションじゃなくてえきちんと文脈から判断しなきゃいけないっていう問題でした。 で、it is scheduled to be held in three weeks. はい、未来の因ですね。だから3週間後にそれが開かれます。B Schedule to も重要ですね。トイ i クよく出てきますし、イギリス英語ではこれ Scheduled と出てきますので、トイックでは Schedule って発音でもめちゃめちゃ出ますので、イギリス人とオーストラリア人がそうやって発音してきます。で、B Held ですね。開かれる。だから、これもヒントなんですよ、実は。さっきのが分からなくても、It <noise> が指しているのが、このバジェットミーティングだってわかれば、 The meeting ですね。The budget meeting is scheduled to be held ですから、開かれることになってますね。The meeting is held と言えるじゃないですか、ね。ミーティングが開かれるっていうのはよく出てきますので、トイックでね。で、ちなみに言い換えると何ですか ?be held は take place と言い換えられますので、お気をつけください。3週間後に開かれるよんって言ってますね。 で、はい、文脈を当然使わなきゃいけないわけですこれ文入れなきゃいけないですから、はい、文脈に合ってる文を選べなきゃいけません。はい、A、hey, In s h r we should ask library users for more help ですね。もっと助けてっていうを、ね、Ask で For だから求めるですね。Library 使ってる人たちにもっと助けが必要だよっていうふうに、ね、で頼むべきだって言ってるんだけど、In short ってイコールですね。 ね、つまりって意味ですけど、書いてないじゃん、助けてなんてどこにも。だから合ってないですね。B、unfortunately、残念だけど、The deadline has already passed ね。す、え、で、ー、にもう締め切りすぎちゃったよ、ってな d ですね。何の締め切りどこにも書いてないですよ。はいえー、文脈あっないですね。Therefore、だから、The survey results should be ready by then ですね。えー、その時までにサーベイですね、アンケートの結果はなきゃだめだよって言ってますね。はい、この、by then っていうのが、 ほら3週間後です、ね、ぴったりですすねね週間後までに、まあ、前に書いてますね「ミーティングでそのことについて話したい」「予算会議で話したい」で「でこのめちゃめちゃお金集めてめっちゃ余ったイエーイですねこれで本買うだけじゃなくて他のものも買おうよ」ってそれをアンケート。 ししてててておおいいいいくくだだささとね図書館の、ね、ユーザーーザにアンケトでその図書館のユーザーたちがどういうふうに言ったのかをその3ヶ月後のねミーティングで話したいわけですよだからそれまでにちゃんとこのアンケートの結果を準備しておいてねぴったりですねはい「therefore」っていう因果関係もぴったりですね こういうふうに論理的に読めるようになってくださいね、意味をね。私たちお金集めました、そしたらめっちゃ集まりました、めっちゃお金ある量ですね、だから本買うだけじゃなくて、他のものもやりましょう、それについて会議で話したいんだよね、あなた、アンケート調査やってください、それに関して。で、それについて話したいからさ、ちゃんと3週間後までにアンケートの結果、用意しておいてねって、ほら、ぴったりですね、だから、ね、準備しておいてください。こういうい接続福祉とか 代名詞指示詞って言われるやつですね、えー、これらはヒントになるってよく言われますねでそれだけじゃなくてこいつね消去法で絶対やった方がいいです本当に消去法が重要、ね、消去法を使わないとねえー、これ正解かなっていうの結構あるでも他が絶対違うからあこれだなって選ぶこと結構多いです自分自身 なんで今回は接続国誌もバッチリだし代名詞支持詞もバッチリだからスッといけるんですけど結構そうはいかない時も出てくるので証拠を使ってください。Uh, strictly speaking、はい、厳密に言うとその死者支店は、えー、来月閉まります。どの支店ですかどこにも書いてないし、ね、お金めっちゃ取れたのに図書館閉まっちゃうのも悲しいし <laughs> はいということで、えー、これはおかしいっていうのがですね わ、えー、かりますすねはいいここういう,ふうに消去法ででやるってことです問題としてはスッスッスッって解けるのもあります文脈使わないでもスパスパスパッと解けるものもありますだからもう時間がないって人はもう文脈いいやしょうがないっつって解けるやつだけ解いていこうっていうのでも構いません、まあ、レベルが全然高くないよって人はそれで言って構いませんがレベルが高くなった人は文脈を使ってきちんと読んで解かなければいけませんので注意してください最近は のの文脈依存問題っていうのが増えました4つあるわけじゃないですか1つの中にでこの文章っていうのは必ず文脈依存ですでプラスして必ず文脈を使わなきゃいけない問題が必ず出ますなんで文脈を使わなくて解ける問問問題は2問か1問です最近は3問文脈使わなきゃいけないっていうことが増えてきてるのでやっぱ読まなきゃいけないわけですねそうっってねやっぱり たくさん読まされる試験になってきてますので本当時間が足らないわけですねそういう時に私が今さっきやったようにこうこうだからこうであるこうだからこうであるこうだからこうであるっていう癖をつけてくださいこうするとですね結構わかんないような文があっても推測できたりすることもあるし前に書いてやったことを忘れにくくなります。 結構多くの人が前に書いてあったの忘れちゃいますってすごく言いますよねそれは論理的に読めてないってことが多いんですよ基本的に因果関係を考えるとか対比関係を考えるとかっていうのはまあ、全部じゃないですけど TOEIC にも使えることはありますはいね,ね。もちろん広告とかでそんなの分かんなくてもパッパッパッと答え拾い上げて解けるって問題もありますがえこういった形で解く問題もあるんだなというふうに知っておいてください、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします それでは始まりましたタデビトイック講座いよいよ最後のパートですねパート7までやってきましたではですね今回の問題を見てみましょうはい、えー、パート7っていうのはですね一問一分ペースなのではいこちらの問題三もありますので、えー、止めてですね、えー、ぜひ解いてみてくださいどうぞはい 大丈夫ですかね。はい、そうです。三分で解くことできましたかね。今回の問題は3分で解ける問題ですね。155番のやつ以外はすんなり解ける問題なので、できてほしいかなと思いますね。で、まあ解き方っていろいろあると思うんですけど、まあ大体多くの人は設問見て。 えそれで何しなきゃいけないかが分かってから本部に行くっていう人が多いですね。まあ、もちろんこっちを先に読むって人も結構いるんですけどそれじゃあほとんど間に合わないですよ。トイック試験ってほんと終わんない試験ですのでもちろんね満点取る人とかはねこうやって全部読んでからこっちやっても全然取れるんですけどほとんどの人はそんな時間ないですからきちんと説問から行くっていうのを心がけてください。でで問見て何しななきゃいけないけとかですね こっちチラッと見てですねどういう文章なのかとかねそういうのも実は押さえとかなきゃいけませんだから今回はパッと見てもこれが「E メール」だって分かりますねで「E メール」ってことはですね誰かから誰かに必ず送ってるわけなんですよそこを押さえなきゃいけませんでほとんどの場合「E メール」っていうのはですね「これしてほしいですよ」とかね え「こういうお知らせですよ」みたいなねそういう時に書かれるもんだと思ってください「何してんの最近」とかっていうのはありません「ですね、これやってよ」とか「ですねこれやろうよ」とかね「あんたこうだよ」ね、今度セールがあるよ」とかねえそういうお願いやお知らせですねそういう時に出てくるもんだと思ってください。 でメールでまず見ておきたいんですけどどっちがですね受け手でどっちがですね書き手か分かんなくなっちゃう人が多いのでえ気をつけておきます今回は大丈夫だと思いますけど引っ掛けの選択肢よく逆にされてるんですよこの送り手と受け手がねなんでそれをきちんと押さえておきます。でまず分かるのはここと 誰から誰にっていう、トゥ・フ o ムのところと、えー、そしてメールの出だしと最後ですね、ここに間取っ払っちゃってますけど、はい、ここを見るとですね、わかるんですよ。Mr. e l l r i c とか、まあ、Dear とかっていうのを習ってるじゃないですか、Dear 何々。Toic、まあの場合だと、to がついてる言葉ですね。To Mr. e l l r i c ですね、e l l r i c ですね。鋼の錬金術師ですかね。はい、で、最後、まあ、s i n c e r e l y とかって終わって、まあ、Best Regards っていうのが多いかな、Toic は。 はい、こうやっい昔は「いてあることが,多いです昔はがかなり多かったんですけど最近「ベスト・リガーズ」が一番多いかな「リガーズ」だけで書いてあることもあるし「ウ、え、ォーム・リガーズ」とかね、えー、いろんなパターンがあるんですけどこれがまあ結びのところですねこれでだから「イメールの、ね」の最後の挨拶みたいな感じでその下に、はい、名前が出てますね「ダ、は、ン、い」Dan、さんですね「ダン」って書いてますけどでこの人が書き手ですねこっちが書いてるでこっちが 受けてだっていうのが分かりますね。で、このね、to と from なところにここにね、名前が書いてある時もあります。それですぐわかることもあるんですが、ここには書いてないことは多いんですけど、一応ね、書いてはいるんですよ。え、どこに？よいしょはい、名前がここに入ってますね。アットの前ですね。あ、これアットマークって読まないね。これあットって読みますかね、英語では。 T.ELRIC、ね、って書いてあるのでそうなんですよこれねファーストネームの最初とラストネームで普通ね会社のメールって作るので、ね、大学とかもそうですねだから T.ELRIC っていうのがこの人が 受けてですねそこに届いてる側ですから受けてだっていうのはわかるんですよこれねよりび,びっくりしょ。この人のファーストネームは T から始まるやつですトーマスとかそういうやつでこっちはダンさんの方はこうですね D っていうのがファーストネーム最初についてその後ろにラストネームですね。だからファーーースストトネネムムの1文字目とラストネームをつけて m メールアドレスって作ることが多いんですよ。で、まあ、grandmail.co.nz ですから、ニュージーランドなんですね。で、題名のところを見ると、It is time to renew your insurance ですね。あなたの保険を Renew。わかりますかまた、ニューにするだから、これで更新するっていう意味ですね。まあ、日本語でもこれ Renewal とかって言ったりしますよね。これ名詞形です、Renew のね。AL が付く名詞ってやつですね。で、The 10th of March。これ、ニュージーランドですから、これアメリカと逆ですね。アメリカは March10th の語順で書きますけど、 ニュージーランドは逆の50になってます。はい、っていうふうにこういうのが分かります。まずは送り手とですね受け手っていうのをきちんと押さえましょう。どっちがどっちなのかっていうのを押さえますね。エルリックさんっていうのが受け手であると。でダンさんっていうのが書き手であるっていうのをちゃんとつかみます。もちろんこんなに時間かけてやっちゃダメですよ。よとやってくださいねでちなみにこれ会社が違うので、ね、このでこ mls というのとグランドメールって書いてあるのでまあ多分これは G メールとかさホットメールみたいなで個人が使ってるメールであこっちは会社なんじゃないのかなとかってね実は分かったりもします。 最初が、What is indicated about Mr. Ellerich? ですね。Ellerich さんについてわかるのは何でしょうこういうのがめんどくさいやつです何年についてわかるのは何でしょうっていうのは非常に厄介です。まあこれ内容1問題とかって、ね、言われてね、いちいちこの4つの選択肢照らし合わせてこなきゃいけないので時間がかかります。で、His current agreement will last until March 10th とすね。 現在のアグリーメントですね。契約とか合意のことですね。現在の契約がラスト、同しで使われてますから、続くって意味ですね、はい。3月10日まで続きます。はい、次は、He can contact a customer service center anytime ですね、はい。彼はカスタマーサービスセンターにいつでも連絡していいよんっていうふうに言ってますね。コンタクトいいですね。多動してです。コンタクト何々っていうふうに言ってください。で、センターですね。アメリカ英語で この説問選択肢は必ず書かれるので、だからこっち五十マーチテンスの五十になってますよね。で、さらにこのセンターっていうのも、イギリス英語では、センターってこういう、センターって言わなきゃならないか、センター、こっちのスペルになりますが、アメリカではこうですね、センターっていうスペルになります。He was compensated by MLS Life last year ですね。MLS Life っていうところに、 コンペンセイってね、なんか埋め合わせするとかっていうので有名ですけど、まあ保証してもらうとかっていうやつですね。まあこれ LIFE ってついてるから、まあ、さっきのインシュランスって書いてあったように保険会社だっていうのは分かるので、その保険会社に保証してもらったってことですね。だから去年何かしら分かんないし事故とか病気とかあって、それでお金もらったってことですね、保証の。次、He can receive a discount if he renews the contract before April ですね。April の前に契約を renew すれば、 ディスカウントを得られるよっっってて、ね、て言言まますすね割引い次、語の意味の問題ですね。The word coverage in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to.、ね、こういうふうに書いてあるんです。closest in meaning to とかって書いてあったら、それ意味が近いのはどれって意うんです。で、coverage っていうのはですね、非常に多義語でね、必ずこのトイックの問題出てきたときにですね、文脈で解いてくださいねそう。自分の知識で解こうとすると間違えるってことがすごく多いので、この語句の言い換え問題は、 必ず文脈で解いてくださいだから coverage というのは report の意味ありますこの news coverage とかねニュースの、ね、報道という意味がありますねだから broadcast みたいな意味もありますねその報道の意味があるし insurance 保険の意味もあるし range 範囲、まあ、カバーしている範囲みたいな感じで でしょうねこれはね。という風に、一つ以上言い換えられるものが出てくることがあるので、必ず文脈ですね、えー、を使ってください。次は、In which of the positions marked one, two, three and 4 does the following sentence best belong? という形で、これが文章入1問題ですね。どこにこの文章入されるやつが入るかっていう問題です。えー、こいつも非常に厄介ですので、こいつは先に絶対見といてくださいね,ね。この読んでからやると時間がもったいないですね。で、ポイントとしては therefore。はい。 だからっていうつながりがわかりますね。We strongly recommend that. こうするのを勧めますよ。強く。You make a decision. ですね。はい。決定する。まあ、これ重要表現いっぱいですね。strongly recommend がね、出てきたりするし。make a decision も出ますね。as soon as possible ですね。できる限り早くってですね。できる限り早く決定してください。 はい何の決定なんでしょうねでそういうのをきちんと文脈から押さえますこう代名詞ね it とか t h i s とか出てくることも多いのでそれで答えが分かるっていうのも結構ありますで今回まあ仮定法現在ってやつですね recommend. の中ここ原型ですねこれ you make ってこれ,これ make 原型ですので、ね、recommend.sv 原型ですまあ詳しくは基礎英文法講座の仮定法現在のところを見てください はいでは行きましょう本番。え、yeah, Thank you for being a loyal customer of MLS Life ね。このロイヤルカスタマーでね。やってここ一応おかしいですね。あなたロイヤルカスタマーだから早く決定してくださいとか意味わかんないですね。According to our record 記録によると、Your homeowner's policy will expire on the 31st of March. オーナーのその policy っていうのが Expire しますですね。切れますよ って言ってますね。で、このポリシーですね、政策とかではなく、これがまさに保険ですね。その保険っていうのが切れますよって言ってます。はい、三十日に切れるってことは、ここがマーチテーンスって書いてあるわけですね。これがマーチテーンスに切れるんだったらあってますけど、マーチテーンスは メールが送られた日ですから関係ないですね。はい、こういう引っかけ気をつけてください。で、これ正解には良くなるんですよ。この日に切れますよってことはその日までですよっていうのはよく出ます言い換えとして。だから入れたんですけど、そう知っておいてください。こういうのが正解になることもよくあります。で、If you'd like to renew, はい、1、2の答い番ですね。You'd like to renew your coverage.、ねはい、あなたの coverage 出ましたね。はい。更新したいんだったら、Please let us know. ですね。はい、お知らせください。Let us know とか、Let me know.Tell、ね、me, tell us. っていうことですね。 Uh, You're convenience least、ね、at、まあ、こいつも空欄になるからよく、あ、uh,、your all is convenience っていうのは、えー、できる限り早くです。ご都合のいい中で一番早い時間ってことは、早くしろってことです。ですね。as soon as possible の硬いバージョンだと思ってください。で、この coverage っていうのが書いてありますから、はい、わかりますね。そうです。この coverage っていうのは、そうです。もう保険だっていうのは。 すぐに分かりましたね。そうだからカブリッジが保険の意味だって知らなくても答えは出ますそう。カバーするからですよね、保険っていうのはね。そうだからもうここでヒントになってたわけですね。はい。ね、インシュランスを更新する時ですよっていう、ここも実はヒントになってたんですよ。で、As a renewing customer, はいですね、リニューするカスタマー who did not make a claim in the previous y e a r ですね。前の年に クレームをしていない。クレームっていうのはですね、要求ってことなんですから、そうです。保険の請求のこともクレームって言うんですよ。どうしても使いますからね。こういうのはやっぱトイックとかやってないと分かんないよね。はい、そういったお客様として、まあ、つまりあなたはそういうお客さんなんで、You will receive the 10% discount ですね。はい。10%の割引を得られますよって言ってます。で、We offer。はい。私たちが与える。 10%のディスカウント。to returning customers ね、returning customers に与えるんですよね。はい、returning customers にこれ与えるですね。We offer the 10% discount to returning customers。戻ってきたお客様に与えるよって、ね、if you renew before the expiration date ですね、切れちゃう、expire する前にですね、前の日にリニューアしたら。 そのディスカウントをゲットすることができますよっていう風に言ってますね。えー、ということで、はい、3月31日が切れる日でしたよねだから April の前にリニューすればディスカウントをゲットできますねこの人は。なんで D が正解ですね。でこの人は去年にクレームしてないから請求してないだからディスカウントを得られるんでこの C は矛盾してますね。さらにはい157も解けますよね。これ C だって かかりますすよね3番ピッタリじゃないですかだからすぐに決めてくださいこの3月31日に切れちゃうわけで今3月10日ですからだから早く決めてねっていうのぴったりでしょこれねエクスプレーションデートの前だったら10%ディスカウント受けられますよだから急いでくださいねってバッチリですね。 えだからもう答えは出ましたから、いいんですよだから本番ではもうここでで答えが出たから、そのまま進んじゃってください。読まずに進めばいいです。すべての答えが出たら、わざわざ読まないでください。時間もったいないですからね。まあ、授業だから言いますけど、Should you have any questions or concerns? まあよく使う表現ですね。もし何とかだったらっていうですね。もともとは if you should have any questions or concerns ですけど、もし何とかだったらっていう意味です。まあ、これも 仮定法未来っていうやつですね。「がありますそれのところで基礎英文法講座ではやりますのでそこを見てください。もし疑問やですね、心配、懸念があったら、please do not hesitate to call me。はいこれよく使うようです、ね。「hesitate to です、ね。「ねお気軽に」ってやつです。「Feel free to っていうのと言い換えられますね。で、call me at the agency at 333-555-9841ていう風に書いってまうやつね。この この電話番号とか E メールの前のこのアットも問われるので知っておいてくださいトイックでは c a l とか Contact me at 何々と、とメールアドレスとか、コンタクトミー、電話番号とかっていうのがよく出てきますので、え知っておくといいですよ。だから、この集中の部分が問われたりとか、でな hesitate t が問われたりとか、このアットが問われたりとか、コンタクトが問われたりとか、本当に、ね、よく出る表現をいっぱいぶち込んでありますので、あ your earliest convenience とかね、アットもクーラーになったし、your もクーラーになったし、アー r l i もクーラーになったし、コンビニエンスもクーラーになりましたからね。ねよく出るのいっぱい出てます。なんで知っておくといいですよ。あちなみに、このね、偽番号ですね、555っていうね。 これ、映画でもドラマでもアメリカの見てればみんなこれで555ですね。偽物の番号で存在しない番号。っていう感じで、はいです、ね、なんかあったら連絡してね。そう、連絡してねとは言ってるけど、いつでもサービスセンターに連絡していいのかどこにも書いてないですね。そんな風には書いてある。最後、we look forward to continuing to serve you and the future. です、ねはい、あなたにサービスを与えるのを続けるのを楽しみにしております。いですね、はい、look forward to ing ですね。2 plus ing というこれ毎年出てたんですけどね、2019年に出なかったね。 その前は18 17 16 15とかです、ね、ずっと出てたんですけど毎年出題されましたこの「LookForwardToING」というやつです。はいという形ですね、まあ、駆け足でやってきましたがそうですあのテキストの中にはわざとトイックに出る表現いっぱい入れてますから無理やり詰め込んでますのでぜひ利用してレベルを上げていってもらえればなと思います。でどういうふうに問われるのかどういうふうに言い換えられるのかですね、えー、答えは言い換えられて出てきますからそういうところも意識して読んでもらえればいいんじゃないかなと思いますね。やっっぱり今回もねお知らせししててこれしろっていう内容 ですね。はい、あんたのところ切れますよだから更新してそういうものだったっていうのが分かったと思います。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。<music> この話題が始まりました。たどりトイック講座。今回はパートセブの最後ですね。えー、最後はトリプルパッセージと言われるやつに行きたいと思います。<music> そうですね。トリプルってことですから3つパッセージがあるわけなんですよ。そうですね。これ一二三とあります。これらのですね情報で 照らし合わせるって問題が出てくるので、それが厄介です。一つの文章だけ読んでも答えが出ないっていうのが出てくるんですよ。ではやってもらいますね。5分あげますが、まあ、当然動画そのまま進めるわけにいかないので、はいまずは解いてみてください。ここがまずはい文章ですね。そして説問がこれになります。なのでまあ行ったり来たりしてですね、動画止めて解いてみてください。 はいそれではですね解いていきたいと思いますね、まあ、まずね最初が「What is the main purpose of the notice」ですね notice のメインの目的は何ですかと言ってるので notice、えー、は2つ目のやつですねこれが notice ですとこのタイムテーブルっていうのを無視していきなりここから行くわけですね で2個目が6月25日にテイラーベイのところにですねバスの最終便が着くのはどの時間でしょうって言ってるわけですね引っかかってないですか ここだけ使ってね答えを出そうとした人を引っかかっちゃいますよ次 why didn't Ms. Grace write the email to Mr. m a u s s d o Moussido、ねえーまあ、にメールを書いた理由と言ってますから、えー、こっちでしょうね e メールのところで答えを出すでしょうねさらに次が why can Ms. Grace's cousin not attend the festival?、ね、フェスティバルにグレイスの Ms. Grace のいとこが参加できないのはなぜなのかを解きますね はいで最後が、which bus will Ms. Grace probably take on July 1st? ね。July 1st に乗るのはどれでしょうと言ってますね。で、これもね、きちんと照らし合わせて解けましたかね。ここだけ見ても、あれ、どのバスに乗るか分かんないよとかなってたでしょ。そういうことなんです。はいでは、見ていきますね、細かく。最初のものが、メインパーパスなんで、ノーティスのですね、全体が分かればいいです。まあ、スキミングってやつですね。だいたいこういうこと言ってるなっていうのが分かればいいですね。 ミシガン Transit Authority announced today that they need to suspend M19 bus service from June 20th through 27th due to a construction project on 4th Street. という形でこれ、はいね、このサスペンででですかかかららら途中で中断しななきゃいけないけと、はい、だ6 6月20日から6月20 27日日まで バス、止めなきゃいけないよって言ってますね。で、コンストラクション、4ストリートっていう、ね、道を工事するからって言ってます。パッセンジャーズ、ウニーティーゴールトゥダ・カストロエリアですね。カストロエリア。まあ、これ実はね、これサンフランシスコの、ねえー、名前バンバン使って作ってるんですけど、まあ、ミシガンになってますけど、はい、カストロエリアっていうのは本当にあるところですね。 で、アドバイスとテったサブウェイインセテサブウェイに乗るように、そうではなく、インタントですね、代わりにサブウェイ使ってくださいって言われてます。エクスプレスバス、ね、インクルディン、ケイトゥニーチューン、ケイトゥニーチュ通ン、ケイトゥニーチューン、オペレイト、運行してますよって言ってます。A、トゥプライドインフォメーションバータムーヴィー、ムービーじゃないですね、映画ではありませんね。 to explain how to receive a discount どうやって割引を得られるか全然関係ないですね to inform people about a fair increase 全然書いてないですね運賃が上がるなんてとこにも書いてませんね、uh, to notify people about service changes そうですね。はい。サービスが変わるとで、サービスっていうのは日本だとはいおまけですみたいな意味で使われてますけど、そういう意味じゃないですねサービスっていうのは 目に見えないものですね目に見えるのが商品です、ね、目に見えなくて与えるものがサービスだから先生のサービスは教えることですねバスの運転手のサービスはバスを運転することですからねそういうことですここねバスサービスが変わると6月20日から27日に変わりますよっていうことですから変化になってますね はい、What time does the last bus arrive at Taylor and Bay on June 25th?、ね、June 25th に Taylor and Bay に最後に着くのはってことなんですが Taylor and Bay っていうのをまず探さないといけないですよねそうするとここですね Taylor and Bay あ、まあ、これなんとかなんとかっていうのは、ね、バス停の場合はこことここの2つの道路ですねここぶつかるところのことなんですけど、はい、Taylor and Bay のところに最後に着くのはって言ってあ11時30分だっていうふうに飛びついちゃいけないですね えなんでですか?」って言ったらはい書いてありますね「M19 バス」っていうのは6月20日から6月27日は動いてないんですよだから「最終バス」っていうのはこのそう書いてありますねここにねこいつですね「M17」の方ですね、えー、こやつが最後の方になるのでだから答えは「 11時05分になるわけですね。はい、ということで、答えはこれという形ではい、情報を照らし合わせたわけです。こういう問題が出てくるわけですね。ここの情報とここの情報を照らし合わせましたね。 こういうふういいにに情報を照らし合わわせるる問題っていうのがトイックに出るわけですよ、ね、だから大学入試の4技能試験とかってよく言われますけどそういうのもこういうのが出てくるわけですね。だから共通テストとかでもこういうふうに2つの情報を照らし合わせるとか3つの情報を照らし合わせるみたいなのが出ることがあるわけですね。まあ、といえは基本は2つだと思ってくださいただ3つとかっていうのも出る時はあります。はい はい次ですね。Why did Miss Grace write the email to Mr. このなんでマシードさんに書いたのかっていうのを見ますね。Hey Victor, I just got two tickets for the Florian Film Festival. I heard from Karen that you're really interested, but you couldn't get a ticket.、ね、t i タイクットゲットできなかった、ね。My cousin was supposed to go with his wife。ね行くはずだった。Be s u p p o ですねすることになってた。 But his uncle got sick and they need to his sick visit him uncle and need 病気になっちゃって、そこに行かなくなっちゃった。Sir, he gave me the ticket.Ticket、はい、をくれたんだよっていうとですね。Do you still want to go? って言っているから、はい、行きたいっていうふうに誘ってますよね。If so, please let me know.、ね、教えてって言ってますよね,ね。だから、Ask him for a ride だったら、これ、乗せてってになっちゃいますよ。ね、for a ride って、車で乗せてって,って意味です。To invite him to lunch.Lunch じゃないですね。 To offer him a ticket. そうです。一緒に行きたいの。そうです。一緒に行きたいの。つってるから、はい。Ticket をオファーするために、この e メール書いてますね。こう目的を聞く問題とかっていうのは結構簡単なことが多いですよ。To introduce her friends. フレンドを紹介するっていうのは違いますね。で、次は、Why can Ms. Grace's cousin not attend the festival? って言ったら、アンコウだしよね。アンコウが病気になっちゃったって書いてありましたよね。アンコウが sick。 And they need to visit him って書いてありますから、ここですね。はい、his relative is s i c ですね。はい、親戚が病気になっちゃった。relative 気をつけてくださいね。そう、まあリレートしている関係性があるっていう意味なんですけども、あの日本語の親戚っていうとなんかおじさんおばさんいとことかっていうイメージですね。今回はそれで解けるんですけど、relative っていうのはですね、自分の夫や妻とか子供、父親母親とかっていうのも。 です気をつけてください。あんまり自分の結婚相手とか子供とか親のことを親戚と日本語では言わないですよね。だからずれて覚えている人がいるので気をつけてください。He has to go on a business trip.Business trip に行かなきゃいけない。いないね、He has a doctor's appointment.His、ね、vehicle needs to be repaired.、ねはい、車を直さなきゃいけないですね。車が直される必要がある。どこにも書いてないですね。では最後。 Which bus will Miss Grace bus probably July July 1st 1st take on July ね、ははい、に乗るのはどれでしょうっって言って言ますね。どれに乗るのかっていうのを判断しますね。こっちですね。I'll have dinner with Mary after the festival.Festival になって Mary と一緒に来るよって。And we'd love for you to join us.We どどううわわわななないいっって言ってて言るるけでですすすね。ね。別にここれれ紹介するのがメインンかどうか分かんないし、まあこれランチじゃなくてディナーです、ね、we have to finish dinner by around 9:30 pm.9 ですね。はい、9時半ぐらいまでには終わらせなきゃいかんと言ってますね。 で、それ、I can take the last bus that goes to h y l a n d Market. です、ね、あ実際あるサンフランシスコのこれ。h y l a n Market のところの終電に乗らなきゃいけないっていうふうにですね。で、Hyden Market のところを見ると、終電ですね。こうですね。1035になってますね。はい、で、A805 あり得るんじゃないですかっていうふうに思うかもしれないですけど、この K32 に乗らなきゃいけないんじゃないですか関係ないですね。ここに 無駄に K32 っていうのがジョンズ・ア・ビーチを820ですね8時20分に出ますよその日はっていうふうに書いてあるんですけど関係ないですねここだって8時20分でもだってここは9時半ですよ、ね、ディナーを9時半ぐらいまでに終わらせるとどっちにしろ孤立には乗らないでしょう、ね、ってことは乗るんだったらこのラストバスっていうのはこいつのことではなくこいつのことを言ってるんだなっていうのが分かるわけですよ M17 は普通に走ってますからね だって M19 ですから止まるのはねそうだからこ,れこことここを照らし合わせる必要ないですねこっちとこっちだけで答えは出すことができるわけなんですねだから M17 が正解という形になりますだトイックっていうのはこういう照らし合わせの問題が出てくるんですがまああと気づきますね読まなくていい場所がめちゃくちゃいっぱいあったじゃないですか答えに関わってる場所って少なかったですよね、まあ、この辺とこの辺とここ2つとこの辺でした確かこうでしたね そうだから読まなくていいところっていうのは実はいっぱいあります。だから読まなくていい場所の方が多いです。ただどこにその情報が書いてあるかっていうのわかんないじゃないですか。だからまあ読まなきゃいけなくなることは多いですけども、実はこういうふうに必要な情報だけを抜き取る、それをスキャンニングと言いますね。で、トイック側はそれをやってほしいので、だから終わんないんですよ。うん、みんなスキャンニングをしないで一生懸命全部読むから。 終わわらないわけですもちろん僕ら満点を取る人たちっていうのは読み終わるんですよ全部読んでも余裕で時間が余るわけですねなんかそれやり方が正義なんだって思っちゃってる人がいるんですが一般的な人には不可能ですからきちんと必要な情報を拾いい上げるっていうふうに思っててううふに思くださいだから分かんない表現をねいっぱい入れていくんですよ最近はトイック難しい単語をボンボン出してきますね,ね全部読んで理解しようとしても無理だよそうじゃなくて答えに関係あるとこだけちゃんと見抜いてねっていうそういうメッセージなんですよ。だからトイックっていくううのはどどどどんどんんどんん長くななっってきちちゃゃたわけですよみんなが取れちゃうから ね、そう精読で点数を取れちゃう人がいっぱい出てきたからだからこんなトリプルパッセージとかね出してくるようになったわけですよそうやって解かないでねって言ってるメッセージなんですよはいまあ一応見ておきますね also bear in mind bear in mind keep in mind と同じですね,こ,のねこれを心に留めておいてね On July 1st、uh, there will be increased bus service to accommodate the vast number of people、ね、すごい数が多いですね vast number huge number of people だからものすごい多くの人の をそれをアコモてまあ収容するとか対応する、応対するですからね。ねこれに対応できるようにすると、Expected to attend the Florian Film Festival, Florian Film Festival に A 行くってね。Florian ね。私の東大にいた時にお世話してたフランス人の名前、どうでもいいですね。FFF、ほとほら F, 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 こう遠いんですね。全部 F 同じでしょ。Film Festival, Florian ってね。TOEIC ってちゃんとそういうふうにね、頭遠いんですね。アルファベット同じにしたりとかってやるんですよ。だから自分もそれ考えて作りました。 They held at held the Jones t h e a アターで行われる。The last K32 bus will depart Jones and Beach at 8.20 pm on that day というふうになってますね。はい、ここは関係なかったということでした。はい、わかりましたね。まあね、これ実際ある、ね、サンフランシスコのこの地名を使ってやったんですけど、これ通りにバスは動きませんよ。こんなに行ったらもうすげえ行き方ですよ。これもありえないような。 バスの動きを見せますからね私が作ったんですけどね。<laughs> えーという感じです、まあ分かりましたねそう照らし合わせるんだっていう気分を持って受験しに行くことがとっても大事です。と言ってもですねほとんどの人はこのトリプルパッセージまでたどり着かないんですよね残念ながらねそう終わらないんですよたどり着けるんだったら是非この気分を持っていってください。そののの気持持持ちをっってるのと持ってないるなでは全然違うので その気持持ちを持っってて受験しに行ってください、はい、でまあいろんな表現やりましたからねテキストの中には重要表現トイックに出てくる重要表現いっぱい入れてますからえぜひねそれを利用していい換えとかっていうのを学んでください。ねえー、こんな感じで、えー、トイック講座やってきましたがとりあえずね14回やってきました。またねリクエストが多かったりとかね、えー、すればですねこれ復活というかまたちょこちょこ出てくる可能性がありますしまあテキストの中に、ね、まだ扱ってないも題もいっぱいありますからぜひですね、えー、皆さんたくさん見てですね チャンネル登録して高評価していただければまた出てくる可能性がありますのでぜひ応援よろしくお願いしますはい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします